一つ目、宝塚暴眼殺傷事件。どうもゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。マリサ、これを見てよ。なんだ、霊夢、その弓みたいなやつは？これはね、暴眼のおもちゃだよ。近所の駄菓子屋で買ってきたんだ。おお、本物みたいによくできているな。間違っても人に向けるなよ。うん、もちろんだよ。って、うわ、おい霊夢、人に向けるなって言っただろ。だって、手が滑ったんだもん。でもさ、これが本物だったら、マリサは、上の世界に行っていることになるな。まず、宝塚暴眼殺傷事件の概要について解説していくぞ。うん、よろしく頼むよ。宝塚暴眼殺傷事件とは、2020年6月4日に兵庫県宝塚市のアパートで発生した殺人事件なんだ。そして、この事件の犯人は、兵庫県宝塚市に住む23歳の野津秀明という男性で、被害者は犯人の祖母、弟、母、おばだぜ。23歳って随分若いね。一体、野津に何があったの？それじゃあ、次は事件が起きるまでの経緯を解説していくぜ。うん、よろしく頼むよ。まず、宝塚暴眼殺傷事件の始まりは野津が誕生したところまで遡るんだ。確かに年齢的に、老いたちが事件に深く関係しているような気がするね。それじゃあ、話を進めていくぜ。野津は生まれてから、数年後に弟が生まれているんだ。結構、年齢の近い兄弟が生まれているんだね。でもさ、別にそこは特に重要なところではないよね。まあ、幼少期の野津は特に問題を抱えた子供ではなく、普通の子供だったと言われているな。しかし、ある出来事から、徐々に兄弟の仲は悪くなってしまうんだぜ。一体何があったの？それは、野津が幼い頃に両親が離婚してしまうんだ。そうだったんだ。離婚の原因は明確になっていないけど、一説によると夫側に問題があったと言われているんだ。そして、急に父親がいなくなったことから、野津家が徐々におかしくなってしまうんだ。具体的にどんな風におかしくなったの？それは、家庭内で兄弟喧嘩が絶えなくなってしまうんだ。なるほどね。でもさ、年の近い兄弟だったら、喧嘩の一つや二つは別に問題ないと思うけどね。いや、それがそうでもなかったんだ。え、どういうことなの？一説によると、兄弟喧嘩を毎日のようにすることを心配した母親が、二人に対して空手を習わせるんだけど、兄弟喧嘩はさらに激しさを増してしまったと言われているぜ。何それ？空手を習わせたのは逆効果だったってことなの？そういうことになるな。まあ、当初は、年齢が上である兄の方が兄弟喧嘩に勝つことが多かったそうだけど、次第に弟が成長し、立場が逆転したと言われているんだ。ここまで話を聞いているとどれほどの喧嘩をしていたのか気になるね。具体的に言うと当時、野津兄弟の面倒を見ていた師範曰く、その頃から目に余る兄弟喧嘩だったと事件後に語っているぜ。また、師範も後に弟の方が完全に兄よりも強くなっていたと語っており、さらに弟は空手で頭角を現し、多くの大会で入賞するような実力者だったと言われているんだ。なんだか、想像だけど、当時の状況がよくわかるような気がするよ。どんな風に想像できるんだ？最初は、立場的に上で、喧嘩でも上だった兄が、いつの間にか逆転され、多くの大会でも優勝していたら、兄の面目は丸つぶれじゃん。霊夢、いい読みしているぜ。実際に、家族たちは弟を優遇するようになり、兄は寂しい思いをしていたと考えられているな。だろうね。その結果、野津は、小学校5年生頃から引きこもりがちで、母親や弟ともたまに話す程度になってしまうんだ。でもさ、気になるのは、野津の母親だよね。子供たちが喧嘩ばかりして、仲が悪いなら、いろいろな仲裁の方法があったと思うけどね。それに関しては、諸説あるんだけど、母親は様々な事情で家にいないことが多かったと言われているんだ。え、それはどうしてなの？まあ、明確なことはわからないけど、仕事などで子供たちと会話をする時間が少なかったと考えられているんだ。なるほどね。確かに女で一つで子供を育てるとしたら、いろいろと大変だよね。その結果、野津の弟は、幼い頃に、空手の師範に対して、お母さんが家にいないと何度も言っていたそうだぜ。きっと寂しかったんだろうね。それとさ、野津は、母親が家を空けることに関して、どう思っていたの？それに関しては、特に目立った情報は出ていないな。私の憶測になるけど、きっと弟と同じように寂しい思いを抱えていたけど、内向的な性格から、自分の思いを誰かに言うことができなかったんだと思うぜ。なるほどね。小学校はおとなしくて控えめな性格だった野津は、その後、中学校に進学することになるんだ。
中学校に進学したノズはどんな学校生活を送ったの？クラスの中でも特に目立つことはなく、小学校を変わらない生活を送っていたと言われているな。その証拠に近所の人の話では、ノズは中学校でも、いつも一人で帰っている姿を見かけたと語っており、比較的おとなしい印象で子供としての近所でも有名だったぜ。なるほどね。また、中学校の卒業アルバムの本人のコメントには、微妙な3年間でしたと書かれていたんだ。なんとも言えないコメントだね。でもさ、中学校時代のノズは、誰かにいじめられていたわけではないんでしょ？もちろんそうだぜ。だけど、クラスメイトの話によると、ノズは不思議な感じの子で、同級生から見ても壁を感じるような、その頃から自分だけの世界を持っているような人だったそうだぜ。そうだったんだ。クラスの中でも距離感がある人物だったんだね。それとさ、中学校時代のノズは、家族と会話していたの？おそらく、ほとんど会話はせず、静かに過ごしていたと言われているぜ。やっぱり、そうだったんだ。それから、ノズは中学校を卒業し、高校に進学してあることを始めるんだ。一体何を始めたの？それは、ガソリンスタンドのアルバイトだぜ。そうなの？ちょっと、意外だよ。基本的に内向的な性格の人は、ガソリンスタンドで勤務するとは思えないしね。まあ、当時のノズにどういった考えがあったのかは、不明だけど、高校時代は授業が終わると大半の時間をガソリンスタンドで働き、勤務評価は高かったと言われているんだ。真面目に働いていたんだね。ただし、ノズはある爆弾を抱えた人物だったぜ。何その、爆弾って？それは、突然切れる性格だぜ。なるほどね。確かに爆弾だね。ノズの次元爆弾は、中学生頃から生まれ、同級生が少しからかう程度は笑って許していたんだけど、一定の度を超えると、周囲が誰も手がつけられないほどに、爆発してしまう性格だったんだ。なるほどね。切れたら何をするか、わからないタイプだったってことだね。その性格は、徐々に表面化していき、高校時代には、家庭内で爆弾が爆発し、自宅に何回も警察が来ることがあったそうだぜ。そうだったんだ。でもさ、家族とはほとんど会話をしていないのに、どうしてノズの爆弾は爆発してしまうの？それは、弟の存在だぜ。あ、そうか。幼い頃に立場が逆転していた弟は、特に兄と会話はしなかったけど、兄は弟の何気ない態度などに頻繁に、爆弾が爆発してしまっていたと言われているんだ。そこまで、弟との間柄が悪かったなんて、切れる兄と喧嘩が強い弟、確かにそれなら近所でも有名になるほど、揉めそうだね。やがて、高校を卒業したノズは、大学に進学するぜ。それをきっかけに、ノズは弟と一緒に祖母の家で住むことになるんだ。どうして、祖母の家に住むことになったの？それについて、詳しいことは分かっておらず、様々な憶測が立てられているんだけど、一番濃厚な理由は、ノズの進学と母親との確執だと考えられているな。そうだったんだ。でも、ノズは弟とも確執があったんでしょ。一緒に生活するのは色々と問題がありそうだけどね。それに関しては、当時の弟は、普段から自宅にあまりおらず、兄との接点が少なかったと考えられているんだ。つまり、弟よりも確執となる母親と離れて暮らすことにしたってことなの？まあ、明確な理由ではないけどな。大学生となったノズだったけど、これまでと同じように周囲に馴染むことが、できない日々が続いたと言われているな。そして、祖母と暮らし始めたノズだったけど、以前からの性格に拍車がかかってしまうんだ。拍車って？それは、大学生活に自分がうまく溶け込めないことを、周囲の人たちに原因があると考えるようになったんだ。どんどん、性格がおかしな方向に進んでいるね。そして、自分の不甲斐なさを周囲に当たるようになってしまうぜ。周囲に当たるってことは、弟はないだろうし、もしかして母親とか？いや、直接的な被害を受けたのは、祖母だったと言われているな。そうなの？それでも、ノズの素行は祖母からしたら多少のやんちゃは可愛いものであり、ノズは可愛い孫であることは間違いなかったんだ。おばあちゃん。それでも、祖母は近所の人にノズのことをいろいろと相談していたんだぜ。いくら孫が可愛くても、誰かに相談はしたくなるよね。それから、ノズは大学に行かなくなり、祖母の家で引きこもるようになるんだぜ。そんな、せっかく大学に行っていたのに。やがて、大学は学費を支払っていなかったことで、除籍処分となった頃にある事件が起きるんだ。一体何が起きたの？それは、弟が就職先の内定をもらったんだ。そうだったんだ。言いたくはないけどさ、また、弟の立場が優位になったね。そのことを知ったノズは、頭の中にある考えが浮かんだぜ。聞くのが怖いけど、どんな考えが浮かんだの？それは、家族なんて殺してしまえ、とな。
そして、2020年6月4日午前5時頃にノズの凶行が始まったんだ。まず、ノズはあらかじめ用意したボーガンを使って、就寝していた祖母のよしみさん、事件当時75歳、と弟の秀幸さん、事件当時22歳、を殺害したぜ。この二人は同居していたから、就寝中に襲うことはできるけど、他の二人はどうやって犯行を行ったの？二人に対してボーガンを撃ったノズは、その後、携帯電話でおばに連絡して自宅に呼び寄せているんだぜ。そして、自宅に現れたおばにノズはボーガンを放ったけど、たまたま、ボーガンの矢は、急所から外れ、おばの首付近に命中したんだ。それで、おばはどうなったの？自宅を飛び出して、近所の人に助けを求めているんだ。じゃあ、おばは助かったんだね。そうだぜ。それから、同様に母親を自宅に呼び出したノズは、現れた母親の急所をボーガンで射抜き殺害しているんだ。一つ気になるんだけどさ、ノズはどうして、急所をボーガンで的確に射抜くことができたの？素人では、難しいと思うけどね。それに関しては、この日のために、ノズは購入したボーガンを使って、隠れて練習をしていたと考えられているんだ。なるほどね。また、一説によると、ボーガンは他の弓系の武器の中でも、比較的に操作が簡単だと言われているんだ。そうだったんだ。まあ、個人差はあると言われているから、あくまでも一説の勢いでないんだけどな。それじゃあ、話を戻すぜ。奇跡的に一命を取り留めたおばは、近所の人に助けられ、その後、近所の人は警察に連絡しているんだ。いよいよ、警察が動き出すことになったんだね。三人の命を奪う大事件だったけど、事件が意外な結末を迎えるぜ。意外な結末って？事件後もノズは逃走することなく、自宅に降り、現れた警察によって逮捕されることになったんだ。そうだったんだ。なんだか少し意外だね。もし犯人が私なら逃走しようと考えると思うけどね。その心境は、ノズにしかわからないな。そして、現れた警察に対してノズはボーガンで4人を撃った。祖母、弟、母の順番で撃った、おばも電話で呼び出して撃った、などと供述し、現行犯逮捕されることになったぜ。また、警察がノズの自宅を捜査したところ、弟は風呂場のあたりで倒れており、2本の矢が頭に刺さっている状態だったにもかかわらず、まだ意識はあったんだけど、搬送先の病院で息を引き取っているぜ。おばあちゃんはどうだったの？祖母は残念ながら、即死で、母親も警察が到着した頃にはすでに死亡していたぜ。それじゃあ、ここからは、事件後について解説していくぜ。この事件で一番の問題になったのは、ノズの精神状態だったんだ。精神状態ってどういう意味なの？それは、ノズに刑事的責任能力があるかどうかだったんだよ。いや、あるでしょ。まあ、そこをはっきりさせないと先に進めなかったから、まずは精神鑑定が行われたぜ。それで、精神鑑定の結果はどうだったの？2021年1月22日、神戸地方検察庁は鑑定留置の結果を踏まえ、刑事責任能力を問えると判断し被疑者を起訴しているんだ。なるほどね。まあ、一説には、ノズが罪を軽くするために行った自作自演だった、という説もあるんだよな。そんな、確かに精神鑑定の云々はいろいろとあるんだけど、一番おかしいのはボーガンで家族を撃ったことだぜ。確かに、そうだね。じゃあ、次はこの事件を受けて、各自治体のボーガンに対する対応を解説していくぜ。うん、よろしく頼むよ。まず、事件の舞台となった兵庫県は2020年6月5日、兵庫県がボーガンを兵庫県青少年愛護条例にある有害ガン部類に緊急指定し、10月25日、兵庫県議会で、ボーガンを所持するすべての県民に届け出を義務付け、違反者に罰則を科す条例が可決、成立しているぜ。確かに具体的な罰則がないとボーガンは危険すぎるよ。まあ、その法整備が行われている際にも、模倣事件が起きてしまうんだけどな。そうなの？その模倣事件は、2020年7月26日、神戸市で夫をボーガンで撃ち、殺人未遂の容疑で妻が逮捕された事件で、妻は宝塚市の事件を真似た、という趣旨の供述しているんだ。その他にも、2020年9月1日、長野県長野市で知人の70代男性に、自宅でボーガンのようなもので矢を放ち腕に怪我を負わせたとして、長野市の無職の28歳の女性が殺人未遂の疑いで逮捕されているんだ。わずかな期間でここまでも模倣犯が出てくるなんて、この事件はよほど衝撃が強かったんだね。それは間違いないな。二つ目、東大阪集団暴行殺人事件。事件のきっかけになったのは、大阪府東大阪市の大学に通う二人の友人同士によるトラブルだった。二
二人の名前は藤本彰子と徳光優太といい、同じサークルのメンバーでもあったんだ。どんなトラブルが起こったの？当時藤本が交際していた女性に、徳光がメールで言い寄るようになったんだ。あ、なるほど。自分の彼女に徳光が言い寄っていたことを知った藤本は、徳光に怒りを覚えた。確かに友達が自分の恋人に手を出してたら怒っちゃうわよね。それに加えてその時藤本は彼女との関係もうまくいっていなかったから、余計に怒りが増したんだろうな。そうだったの。そうして2016年6月15日、藤本と徳光の間で喧嘩になったんだ。一人の女性を取り合って喧嘩するなんてドラマみたいね。いや、実際にはそんないいもんじゃなかった。怒りが収まらなかった藤本は翌日も徳光のことを呼び出したんだ。不審に思った徳光は友人の佐藤祐樹に相談し、彼と一緒に待ち合わせ場所に向かった。確かに一人で行くのはちょっと怖いかも。二人で待ち合わせ場所に向かった徳光と佐藤だったが、そこには藤本を含めて5人の人間がいたんだ。藤本も仲間を連れてきていたってこと？そういうことだ。こうして5対2という形で徳光と佐藤は藤本たちに集団暴行を加えられたんだ。ちょっと、明らかにそれはやりすぎじゃない？藤本と徳光の問題だったんでしょ？それほど藤本の怒りが深かったということだろう。暴行を受けた二人はさらに他の場所へと連れ去られそこでしばらくの間監禁されてしまうんだ。どんどん大変な話になっていってるわね。それからしばらくして、藤本の仲間の一人である岩上哲也という人物がヤクザの名前をちらつかせながら、徳光と佐藤に対して50万円を脅し取ろうとした。暴行に拉致監禁、加えて恐喝って犯罪のオンパレードじゃないの。ちょっとした友人トラブルがこんなことになるなんて。まだまだ事件はこれからだぜ。そうなの？ヤクザの名前を出されて恐喝を受けた徳光たちは、古くからの友人である小林隆二と広畑智則に相談した。また登場人物が増えるのね。小林と広畑は昔から不良のリーダー的存在で、徳光たちから話を聞くとすぐに藤本たちに報復することを決意したんだ。最初は藤本と徳光の間のトラブルなのにどんどん大きくなっていくわね。そしてこの小林という男が危険な人物で、周りからは怒ったら何するかわからず、とにかく怖いと恐れられていたんだぜ。たまにそういう人いるわよね。絶対に怒らせないようにビクビクしながら接しているわ。そして6月19日、小林たちの計画が実行される。一体何をするつもりなのかしら。まず、藤本と岩上に慰謝料の50万円を払うと伝え、二人を呼び出した。そして徳光たちと一緒に岡山までお金を取りに行くことになったんだ。え、大阪での話だったんでしょ？どうして岡山に行くことになるの？それは小林が岡山に土地勘があったからだ。なるほど、そういうことなのね。そうして藤本、岩上に加え同伴した会社員と、徳光、佐藤の合計5人で、大阪から岡山へ向かった。そして岡山に入った時、作戦が始まったんだ。何が起こるの？突然佐藤がトイレに行きたいと言い、近くの空き地に向かったんだ。空き地に入るとずっと後をつけていた小林や広畑たちが藤本や岩上を取り囲んだ。取り囲んだって、結構人数がいたってこと？そうだ。この時小林や広畑を含め7人の男がその場にいたんだ。完全に前とは逆のパターンになったってことね。そういうことだ。こうして小林の指示のもと、藤本たちに対して集団リンチが始まったんだ。大勢で少人数の人間に暴行を加えるなんて恐ろしい話ね。間違いないな。それにこの時は鉄パイプやバットなどを使って暴行が加えられたんだぜ。死んでしまうでしょ。おそらく小林は最初から藤本たちを殺すつもりだったんだろう。暴行を加えられた藤本や岩上はすぐに顔が腫れ上がっていったんだ。そんなになるまで人を殴れるなんて考えられないわ。普通はそんなことできないだろう。当事者である徳光や佐藤はあまりの光景におじけづいて見ていることしかできなかったぐらいだからな。私だったら見てることすらできずに逃げ出すと思うわ。しかし小林たちはそれを許さなかった。どういうこと？見ているだけの徳光たちにバットを渡し、藤本たちを殴れと強要したんだ。誰のためにやっとると思うとんねんと言ってな。そう言われてしまったらどうしようもないわね。そうだな。だからためらいながらも徳光や佐藤も藤本たちへの暴行に加わったんだ。二人ももう後へは戻れなくなったのね。それで、その後どうなったの？しばらく暴行を続けた小林たちだったが、途中で暴行現場を見られてしまったために場所を変えることにしたんだ。そんな現場を見てしまった人はトラウマでしょうね。そうして小林たちが向かったのは産業廃棄物処理場だった。廃棄物処理場ってめちゃくちゃヤバそうじゃない？そこで再び藤本と岩上に対するリンチが行われた。さすがにこのままでは二人が死んでしまうと不安になった徳光たちは、小林を止めようとした。もっと早いうちに止めないとダメでしょ。その通りだな。
しかしもう後戻りができないところまで来てしまった小林は、仲間に指示して重機で穴を掘らせたんだ。嘘でしょその穴ってまさか。その後小林は藤本に同伴していた会社員に鈍器を渡し、藤本を殴らせた。仲間に殴らせるなんてむごいこと考えるわね。それだけじゃない。さっき掘った穴に、藤本を落とすように指示したんだぜ。恐ろしすぎる。最後の最後を相手の仲間にさせるなんて。最初は断った会社員だったが、断れば自分も殺されると判断した会社員は藤本を穴に突き落としたんだ。どの選択をしても地獄を見ることになっていたのね。穴に落とされる前藤本は、お願いやから殺さんといてと泣きながら懇願していたそうだ。辛くて聞いていられないわ。その後穴に向かって石やコンクリートを投げ入れ、最終的に藤本は生き埋めにされてしまったということだ。大学生のちょっとしたトラブルから始まった事件よね。信じられないんだけど。ああ、全員が後戻りすることができなくなってしまったんだろうな。藤本は埋められたけど、岩上はどうなったの？岩上は借金付けにするためにヤクザの元へ連れて行かれたんだが、突き返されてしまったため、藤本と同じ場所に埋めることになったんだ。また生き埋め？そういうことだ。小林の行動が恐ろしすぎるわ。一方、会社員の男性はしばらくの間監禁された後、口止めと恐喝をされつつも解放されたんだ。命が奪われなかったのは良かったけど、この人も一生引きずるトラウマになったでしょうね。そうだろうな。会社員は解放された後すぐに警察に駆け込み、今回の事件が明るみになった。まあ普通はそうするでしょうね。そうしてたちまち小林をはじめとする事件に関わった加害者が逮捕されていったんだ。もちろん徳光や佐藤もな。最初は誰もこんなことになるなんて思ってなかったでしょうね。そうだろうな。裁判の結果、事件の主犯格だった小林には死刑が言い渡された。事件の凶悪性から考えると仕方ないわよね。今回の計画を考えた広畑には無期懲役。事件の発端となった徳光や佐藤にはそれぞれ懲役11年と9年が言い渡されたんだぜ。こんな大きな事件が、大学生の喧嘩がきっかけだなんて信じられないわ。三つ目、別府3億円保険金殺人事件。どんな事件だったの？まずは概要から解説するぜ。お願いします。事件は1974年昭和49年11月17日22時頃、大分県別府市の別府国際観光港第3埠頭で起きたぜ。かれこれ半世紀近く前の事件なのね。時速 40km ほどで走ってきた日産サニーが海面に転落したんだ。11月じゃ、もう海水も冷たいわよね。当時47歳の不動産経営者を名乗る男が海面を泳いでいるところを救助されたんだ。その人は助かったのね。当時41歳だった彼の妻、12歳の長女、10歳の次女は溺死してしまった。他に3人も乗っていたのね。救助された男、荒木トラビは、搬送された病院で自分と妻が交互に運転していたが、妻の運転中に自分が助手席で目をつむっていた際に、運転していた妻のあーという大きな悲鳴が聞こえ、目を覚ました時にはすでに自分は海中にいて、割れたフロントガラスから夢中で抜け出したと説明したんだ。もうすでに怪しい感じよね。死亡した3人には、月々の掛け金が13万円、死亡時の受け取り金額が計3億1000万円と、極めて高額の保険契約が結ばれていたぜ。当時の13万円って、相当な額よね。当時、公務員の初任給が7万円台だったからな。初任給の倍近い金額ね。父と折り合いが悪くいつもドライブを断っていた15歳の長男の保険は1件のみで、荒木本人には全く保険をかけていなかったんだ。長男くんは無事だったのね。そこで、事故後すぐ保険金殺人の疑惑が浮上したぜ。これはもう疑惑しかないわよね。荒木と妻は3ヶ月前に結婚したばかりで、子供たちと荒木には直接の血縁関係はなかった。新婚ほやほやじゃないの？お子さんたちは奥さんの連れ子だったのね。荒木は体調が落ち着くと、別府市内に住む養女に着替えを持ってくるように看護婦に頼んだ。何養女もいたの？養女が着替えを病院に持って行き、これから別府署の事情聴取に行こうとした時、荒木は再び、看護婦に頼んで養女の自宅に電話をかけさせた。何を伝えたの？荒木の要件は、車のトランクの中に入っている封書に入った書類を急いで焼いてほしいというものだったんだ。は？何その書類って？その書類とは荒木の遺書だった。よくわからないわ。おそらく、事故後、自分も助からなかった場合も考えていたのかもしれないな。なるほど、荒木も命がけの犯行だったわけね。1927年昭和2年、荒木トラミは、大分県佐伯市の農家に生まれた。荒木の旧姓は山口という姓だったらしいぜ。トラミっていうからトラ年かと思ったらウサギ年なのね。
荒木は工業学校在学中に予科練に入隊し、自分では特攻隊に選ばれたが、終戦で死に損なったと言っていたぜ。予科練って優秀な人しか入れなかったのよね。戦後、工業専門学校に入り、卒業すると新生中学の代用教師になったが、当時は左翼運動に関わっていたらしいな。教師だったこともあるの？1949年22歳の時、その教師をしている時に、最初の犯罪を犯す。前科があったのね。妻以外に愛人がいたが、その愛人が荒木の子を身ごもったんだけど、当時は優生保護法が成立したばかりで堕胎罪があったため、公然と妊娠中絶できなかった。22歳で結婚してて、愛人までいたのね。そこで、荒木は知人の鍼灸師に中絶を頼み、鍼灸師は愛人のお腹の子を下ろしてやったんだ。それで？すると、荒木はこの鍼灸師を医師法違反と堕胎罪を世間にばらすと脅かしたんだよ。呆れるわね。鍼灸師は驚き、呆れるとともに怒りが湧いてきて、荒木を恐喝で告訴したぜ。当たり前よね。荒木は執行猶予付きの実刑を受けたため、教師を辞める羽目になったんだ。ここで前科がついたのね。その後、妻を佐伯市に置いて、一人で別府市内で肉屋を始めたぜ。お肉屋？意外なこと始めたわね。しかし、うまくいかず、借金もかさんだため、放火による保険金詐取を思いついたんだ。飛躍しすぎでしょ。火事の2週間前、別府市内の保険会社で合計20万円の保険をかけ、1950年1月20日、店に放火し全焼させたんだ。ここでも保険金詐欺を働いたのね。荒木は火災保険の保険金を受け取ったが、不自然な保険契約などが発覚し、保険金詐欺と放火罪で起訴された。当然そうなるわね。荒木は無罪を主張し、最高裁まで争ったが、結局8年の懲役刑となったぜ。これで前科2犯ね。しかし、サンフランシスコ講和条約の恩赦で、およそ6年で仮出所することができた。悪運強いわね。出所後、妻と離婚し不動産業を始めたが、1967年、共同経営者の妻と不倫し、そのトラブルから脅迫、傷害罪を犯し、再び宮崎刑務所に服役したぜ。今度はまた脅迫か。前科3犯ね。1972年11月、宮崎刑務所を出所後、別府市内で不動産ブローカーの仕事をしながら、次々と女性と付き合い、保険金殺人の獲物を物色していた。何それ。下道よね。1973年6月子供が大好きなので、母子家庭の母親と結婚したいと言って、結婚相談所や町内の民生委員などを訪ね、適当な女性を紹介してくれるように頼んで回ったりしていたぜ。虎視眈々と獲物を物色していたのね。その結果、殺害した荒木珠子さんと知り合った。ついに獲物を見つけたのね。当時、珠子さんは借家に住んでいたが、同じ町内のアパートに荒木も住んでいた。彼女は生活保護を受けながら、土産物店でアルバイトをし、中学3年の長男を頭に3人の子供を育てていたんだ。苦労していたのね。ある日を境に荒木は頻繁に珠子さんの自宅に現れるようになったが、子供たちは荒木を疎んじていたぜ。危険を察していたのかもね。荒木は養育費をちらつかせ、珠子さんに免許証があるとわかると中古車を買い与えたんだ。この車が犯行に使われたサニーよね。珠子さんとしては、女で一つで子供たち3人を育てることを考えると、荒木を遠ざけることもできなかった。弱みにつけ込んだわけよね。珠子さんは荒木と交際を続け、1974年8月1日、婚姻届を出し、3人の子供とも養子縁組を結んだんだ。保険金殺害へのプロローグね。3人の子供はどうしても、荒木とラミのことを好きになれず、形だけでもお父さんと呼ぶことはなく、あれと呼び極端に遠ざけていたぜ。何かを感じていたのかもね。そのことを承知していた荒木は、あえて同居はせず、珠子さんが一人暮らしを続ける荒木のアパートに通い妻をする形態を取った。その方が荒木にとっても好都合だったんだ。どんなメリットがあったの？珠子さんと結婚する前から、交際中の女性が何人もいたからだぜ。どこまでもクズなのね。その直後から、いろんな口実を作って、妻子たちに保険をかけ始めたんだ。いよいよ最終準備段階に入ったのね。荒木が珠子さん、長女、次女にかけていたのは、住友生命、共栄生命、大同生命、第一生命、安田火災会場、千代田火災会場の6社。3人が死亡した時に支払われる予定の総額は3億1000万円にも上ったんだ。いくらなんでもかけすぎよね。受取人は荒木の養女と長女、次女たちになっていたけど、長女次女ともに死亡した場合、保険金を受け取るのは養父の荒木本人ということになる。用意周到ね。この頃、荒木は水泳の練習まで始めていたみたいだぜ。そこまで準備していたとは、呆れるわね。
最後の保険契約から12日後の11月17日夜、荒木はドライブに行こうと、家族を誘った。ついに結婚なのね。次女はドライブを楽しみにしたが、長女はもともと、荒木が大嫌いであったし、友達の誕生会に誘われていたため行くのを嫌がった。それを聞いた荒木は普段の声色ではなく、本性をあらわにして怒り狂ったんだ。保険金の額が減るし、そりゃ必死になるわね。長女も母親に説得されて仕方なくドライブに出かけることになったんだ。逆らえなかったのね。ずっと反抗的だった長男は、受験勉強を理由に同行を断った。おかげで命拾いしたわよね。こうして荒木は、まんまと死のドライブに出かけたわけだな。きっと何のためらいもなかったでしょうね。3人が事故で亡くなっても、荒木は涙一つ流さなかった。11月19日、葬式が行われたが、本来ならば喪主の立場なのに、荒木は姿を見せなかったんだ。演技はしなかったのね。別府国際港での車の転落事故はただの事故ではなく、保険金が絡んだ殺人の可能性があるという噂は、当初から広まっていたんだ。前科もあるしね。事故の後、荒木は何回も別府署に呼び出されて、かなり厳しい事情聴取を受けていたが、それは事情聴取というよりも取り調べに近いものであったらしいぜ。そりゃそうよね。荒木は一連の前科の事件で、ほとんど最高裁まで争っていて九州一の悪と呼ばれていたからな。そんなに悪名高かったのね。荒木は運転していたのは妻だと主張したが、警察は荒木による保険金殺人を疑って捜査を始めていたんだ。当然よね。荒木は妻の運転による事故であるとして保険会社に保険金を請求したが、保険会社は警察の事故証明がなければ支払えないと拒否。警察は事故が作為的なものかどうか結論が出ていない、と交通事故証明書の交付を拒否したんだ。保険金が降りて、高飛びでもされたら大変だからね。その頃から、保険金殺人の疑惑があるとマスコミがセンセーショナルに報道し始めた。そういうとこは昔も今も変わらないね。11月21日、荒木は記者会見に応じたぜ。記者会見したの？現状は自分だけが助かっていることや多額の保険金がかけられているといった状況だけで、私は不利になっている。転落して海中に沈んだ時、たまたまフロントガラスが割れていたので、そこから抜け出して助かったが、確率は半々だ。私は死んでいたかもしれない。あなた方、岸壁に飛び込んでごらんなさいとか、保険はすべてタマコが加入したいというから入れたまでのことで、私は保険は大嫌いだし、だから私は保険の受け取り人にもなっていない。多額すぎるというが、私はそうは思わない。保険会社の話では一人1億5000万円まで加入できるそうですよ。3人で3億なら一人1億ではないですか。毎月の払い込み金額もわずか11万そこそこだし。年収700万円の私には何でもないことですよ。葬式に出なかったのは、家内の親戚が私を責めるからです。私は家内や子供たちの、供養をしてやりたかったが、妻の身内から何時間にもわたって私は責められた。たまりかねて私や私の身内は葬式に出ないことにした。私はこの疑いが晴れたら供養するつもりですなどとまくし立てたんだ。盗人竹だけシートは、このことね。12月10日、別府署に設けられた捜査本部では、九州大学の教授に、亡くなった玉子さんの遺体の傷などから事故当時、運転していたのは誰かを鑑定依頼していた。運転していたのは誰だったの？鑑定の結果、遺体の右膝の皮下出血は助手席のダッシュボードの凹みと一致。つまり、玉子さんは助手席、荒木は運転席にいたことは間違いない、と断定したぜ。やっぱり、そうよね。そんな中、荒木は週刊誌やテレビの取材に対して、雄弁に自らの潔白を語っていた。イケシャーシャーと、12月11日、荒木はフジテレビの3時のあなたというワイドショーに出演したんだ。ワイドショー生放送よね？司会者の寺島純子と推理小説家の大谷陽太郎、戸川雅子らが荒木を挟む形で座り、事故当時の模様について質問、バックには亡くなった3人の大きな写真が飾られていたぜ。推理作家は荒木にとって、やばかったんじゃない？フジテレビもエグいわね。荒木はこの番組で私は泳ぎながら車の中に家内と子供たちが閉じ込められている。なんとかしてくださいと言ったんです。そうしたら、大変だ。110番しろと、言っているのを聞いたんですと言ったんだ。よく喋る男よね。だが、実際には、岸壁に這い上がってから車内に家内と子供がいると言っているので、これは嘘だった。そこで、戸川雅子が鋭い質問をした。泳ぎながら聞こえるかしら？荒木さんが大変だ。110番しろと聞いたのは岸壁に上がってからよね。戸川にそう言われて荒木は逆上したぜ。語るに落ちたとは、このことね。本人の言うことと他人の言うことと、どっちを信じるんですか？くだらない。愚問はやめなさい。
私の言うことが信じられないなら自分で水中に飛び込んで実験してみたらどうです。もうテレビには出ませんよ。そんなバカなことばかり聞くんだったら、人の話を信用しないなら、聞きなさんな。何ですか、当の本人を呼んでおいて。失礼じゃないか。私は答えない。ついに、荒木は本番中にもかかわらず、スタジオを出て行ってしまったぜ。逃亡したのね。カメラはその一部始終を捉えていて、荒木がスタジオにいたのはおよそ30分ほどだったんだ。逃げ足だけは早かったわね。荒木は出口で報道陣に囲まれたけど、興奮状態の荒木は大声で怒鳴り散らすばかりだった。控え室に入って記者会見を開いたけど、会見の冒頭で逮捕状が出たことを記者から知らされたんだ。逮捕令状が出たのね。荒木はそのことを予期していたかのように顔色一つ変えず、ここからは荒木の独壇場となって、事件の発端から捜査の方法まで、時には記者の質問を制してまで理路整然と話し続けたんだ。なんなの？この人。会見後、フジテレビの裏門で荒木を待っていたのは警視庁捜査一課の刑事だった。午後5時50分、荒木はついに逮捕された。とうとう御用になったのね。荒木は警察の車に乗り込む段になっても、殺到するカメラマンを制し、笑顔を見せる余裕の表情を浮かべたんだ。なんたるふてぶてしさ。車に乗った後も、相変わらずの笑顔で、見送りのテレビ局員に手を振るという前代未聞の逮捕劇となったぜ。まさに大胆不敵。ドラマのような展開ね。荒木の逮捕状を取った大分県警は、荒木を黒とする決定的な物的証拠をまだ掴んでいなかったんだ。そうなのね。テレビ出演は事前に把握し、番組中の発言は全て録画していて、荒木を泳がせ追及の材料を少しでも集めようとの狙いからだった。だが、警視庁は殺人容疑者のテレビ出演を放棄した大分県警の姿勢を社会常識上、不適切だとして厳しく叱責、大分県警は慌てて、急遽、逮捕に踏み切ったというわけだぜ。そういう経緯があったのね。検察はその後の捜査で、荒木の犯行を思わせる証拠を次々と明らかにしていったんだ。何が見つかったの？荒木の乗っていたサニーの車体に設置された5つの水抜き穴のゴム栓がいずれも抜かれていた。それを抜くとどうなるの？水抜き穴は車内に溜まったゴミを吐き出すために車体の底につけられたものであって、これを抜くと水が入りやすくなるぜ。なるほどね。事故のあった夜、目撃者の証言によると、サニーは転落してから5秒くらいで海中に沈んでいったというんだ。あっという間に沈んだのね。もう一つの有力な証拠は、運転席の前にあるルームミラーが固定式から着脱式のものに、荒木が取り替えていたんだ。わざわざ付け替えたのね。転落の衝撃でルームミラーが外されれば、脱出の際の障害にもならないというわけだぜ。そこまで考え抜いていたのね。さらに、捜査本部では横浜と別府の両港でサニーの中古車を使って転落実験を行った結果、転落の衝撃でフロントガラスが割れることがわかったんだ。そこまで実験したのね。しかし捜査本部では、海中からの脱出方法はハンマーを使用したものと見ていたんだ。それはサニーのダッシュボードにハンマーがあったからなんだ。ハンマーまで用意していたのね。1975年1月2日、科学的なデータの裏付けも得られた検察当局は、荒木を罪状否認のまま、殺人罪で起訴したぜ。お正月も返上した周年の起訴だったのね。3月17日、大分地裁で第1回公判が開かれ、検察の起訴状朗読に続き、冒頭陳述では、事故が起きる1ヶ月前に、荒木が愛人を乗せて現場の下見をしていたことや、刑務所仲間に犯罪計画を漏らしていたことが述べられたんだ。荒木の反応はどうだったの？罪状認否に立った荒木は検察官を睨みつけたまま、妻子3人をドライブに連れ出して殺したというのは、言いがかりも甚だしくゲスの勘繰りだ、と言い放ったんだ。やけに強気ね。第2回公判で、荒木は法廷で検察官に自分が死ぬかもしれん危険を犯してまで、車ごと海に飛び込む奴がおると思うかね。な、あんた、そう思わんか。わしと一緒にもう一度、飛び込もう。そしたらそれがわかるよと言ったが、検察官は冷ややかな笑いを浮かべるだけだったぜ。ほんとよく喋るわね。荒木が運転していたとする九州大学の教授の鑑定結果に対し、弁護団は論理的に矛盾があるとして、鋭い尋問を証言台に立った教授に浴びせ、その度に教授はうろたえてしまったんだ。なかなか有能な弁護団だったのね。第12回、第13回、第14回後半で、明らかになったのは鑑定の科学的合理性よりも、むしろその曖昧さが際立ってしまったんだ。なんか検察側が不利になってきたわね。1976年9月13日、第15回後半が開かれ、荒木逮捕時に警察も弁護側も予想しなかった証人が現れたぜ。誰が証言に立ったの？証言台に立ったのは別府市内で鮮魚商を営む森崎氏だった。
森崎氏は事件当夜、荒木が運転する日産サニーが別府国際港第三埠頭に入る手前の国道210号線で信号待ちしているのを見たと言ったんだ。起死回生のホームランね。弁護側の反対尋問もものともせず、森崎氏はちょうど友人が事故車と同じサニーに乗っていた。サニーのデラックスは2ドアで遭難台もない車だから間違うことはない。その時、友人の車かと思って声でもかけようと信号待ちしているサニーの横に並んで、運転席の方を見たら黒っぽい背広を着た大柄の男がハンドルを握っていた。ちょうど第三埠頭の手前の信号のところだったと思いますと答えたぜ。うんうん、それで？荒木と森崎氏の激しいやり取りの後、荒木は森崎氏に、あんたの見た顔というのはこの顔か。被告席から立ち上がり、この顔かこの顔かといかつい顔で森崎氏に迫ったんだ。すごい傲慢な態度よね。森崎氏も負けじと、そうだ、あの夜サニーを運転していたのは荒木さん、あんたに間違いないと叫んだ。森崎さんナイス。でたらめ言うな、偽証罪で訴えてやる。そう言って荒木は森崎氏の胸ぐらを掴んだんだ。どの口が言っているのよ。森崎証言の他にもう一つ荒木にとって不利な証言があったんだ。まだ誰かいたの？以前宮崎刑務所で荒木と二度も一緒になったことのある S が、荒木のアパートを訪ねた時、荒木が保険金詐欺をやると言っていたことを証言したんだぜ。これも特大ホームランね。S がそのことを証言すると、荒木は目の色を変えて、裁判長、こんな懲役太郎の言うことをまさか信用するんじゃないでしょうねと言ったが、S も言葉を返し、俺が懲役太郎ならお前は懲役次郎だろうが、なんだと、二人の怒声が法廷内に響き渡った。往生際が悪いわね。そんな荒木だけど、一度だけ法廷内で涙を見せたことがあったんだ。意外ね。荒木のドライブを断って命拾いした長男が証言に立った時、荒木は、むせび泣きをしたんだ。嘘泣きだわね。こんなに大きくなってと荒木はすすり泣いたが、長男は検事の尋問にきっぱりと言った。あの男を死刑にしてほしい。そして、法廷から去る時も、長男は荒木に向かってお前がやったんだと叫んだぜ。長男くんよく言った。1980年3月28日、大分地裁は荒木とラミに対し死刑判決を言い渡し、本件犯行は稀に見る計画的、残忍なものであり、全く情状酌量の余地がない。極刑が相当であり、死刑に処する。1時間余りの判決朗読が終わると、荒木は起立して口頭で控訴することを申し上げますと断言した。本当にどこまで往生際が悪いのよ。判決は数々の矛盾があった鑑定を荒木が運転していた根拠として採用しているが、そうしたのは、森崎氏や刑務所仲間の S の証言に加えて、法廷での荒木の、あまりの傍若無人な振る舞いが結果的に裁判官の心象を悪くしたためのようだな。荒木は自分で自分の首を絞めてしまったのね。1984年9月、福岡高裁で控訴棄却。荒木は上告したが、癌を患い。1987年10月、東京都八王子市の医療刑務所に移管され、手術を受けたんだ。手術は成功したの？手術から1年3ヶ月後の1989年平成元年1月13日、癌性腹膜炎で死亡した。61歳だった。結局、事件から15年、平成まで生き延びたのね。最高裁は、被告人死亡につき控訴棄却とした。壮絶な事件だったわね。四つ目、茨城県モルタル詰め殺人事件。この事件が発覚したのは2018年7月18日、茨城県霞ヶ浦市でのことだったんだ。実はこの2018年7月18日、同じ日に霞ヶ浦の現場から直線距離35キロほど離れた、同じ茨城県取手市のとある民家の敷地内から、行方不明とされていた妻の遺体が見つかるという事件も起きているんだ。あ、それ覚えてる。銀行員の夫が妻を殺して実家に母親と一緒に埋めてた事件よね。あれってこの茨城モルタル詰め殺人事件と、同日に遺体が発見されていたんだ。銀行員の妻殺しの方は殺害現場が千葉県内ということで、千葉県警が主体の捜査だったようだが、ある意味、茨城県警にとっては2018年7月18日は、一番長い日状態だったかもな。確かに。ところで本題に戻るが、その7月18日、茨城県警が霞ヶ浦市のアパートの一室に踏み込んだのは、表向きは夫の A さんとの偽の離婚届を市役所に提出した、という有印私文書偽造同行使の容疑での、捜索の一環ということだったらしい。偽の離婚届っていうと、本人以外の人が、署名して提出したっていうことでしょ？よくそれだけの容疑で固く捜索まで踏み切ったわね。実は犯人の氏家美穂の夫 A さんの、行方不明届が提出されたのは2018年3月9日で、後に偽造とされた離婚届は2018年3月28日に、
霞ヶ浦市役所に提出されているんだが、3月9日の行方不明届の提出時点で、茨城県警は妻の美穂に対して不審な点を感じていたらしい。不審な点？例えばどんな？通常成人のしかも男性の行方不明届を出す際は、管轄の警察署での事情聴取が行われるんだが、夫 A さんの行方不明の経緯を尋ねる警察官に対しての、妻美穂の返答が、辻褄の合わないものだったらしい。そこで茨城県警が周辺を捜査していたところ、行方不明届提出後に離婚届を出したことが発覚。鑑定したところ、離婚届の署名は A さんでも、美穂でもない人物の筆跡であることが判明。それを受けて家宅捜索に踏み切った県警が、自宅のアパート室内で A さんはどこにいるんだと、尋ねたところ、美穂がここにいると、指差した先はクローゼットだったらしい。尋ねた警察官ももしかして殺されているのかもと、想定していたかもしれないけど、まさか室内に遺体が隠されているとは思っていなかったかもね。確かにな。それに事件当時美穂は、夫の A さんと二人暮らしというわけではなかったんだ。え、誰か同居していたの？12歳の長女と4歳の双子の男児との家族5人で暮らしていたそうだ。ちなみに事件当時、妻美穂の年齢は44歳で、夫の A さんは33歳だったんだぜ。子供たちは全員 A さんとの子供？はっきりとはしないが、どうもそうらしいな。ということは美穂は子なしで再婚したということ？子供を連れていない、というのは正しいが、子なしというのはちょっと違うんだ。え、それは一体どういうことなの？それを説明するには犯人の妻美穂の生い立ちや、経歴を時系列に追っていくのが一番だな。まず犯人の氏家美穂はさっきも紹介したが、この時点で44歳。東京の多摩地域で生まれ育ったらしい。小学校1年の時に実父母が離婚し、父の手で育てられるものの3年後にその父が亡くなる。小学4年生で引き取ってくれていた。父親が死ぬなんてショックだったでしょうね。その後は、実母に引き取られて中学を卒業したんだが、進学はしなかったらしい。中学時代の後輩によると、勉強はできず不登校気味で、盛り場をうろつくようなところがあったものの、面倒見の良い姉御肌のところがあって、友達も多かったそうだぜ。それで進学せずに就職したの？アルバイトのような職を転々としていたという話もあるが、この頃最初の結婚をし、子供をもう受けているんだ。え、子供？でもそれだと年齢が合わないんだけど？ああ、この時産んだ子供は、事件に加担した長女とは違う子供なんだそうだ。しかし結婚生活は長くは続かず18歳の時には最初の夫と離婚したらしい。じゃ、その時の子供は事件当時25歳くらいになっているから、別に暮らしているってこと？ああ、実は美穂は最初の結婚から今回の、被害者 A さんと結婚するまでに通算3回の、結婚と離婚を繰り返しているんだ。そうして2003年頃、出会い系サイトで、今回の被害者である A さんと知り合ったんだ。2003年というと、事件の15年も前よね？ということは当時美穂は29歳か30歳くらいで、被害者の A さんは18歳くらい。ああ、もっとも知り合った当初美穂は年齢を、10歳ほどサバ読みしていたそうだし、名前も本名ではなく田中舞子と名乗っていたそうなんだぜ。サバ読みに偽名？一体なんだってそんなことをしたのかしら？まあ年齢は、若い A さんに釣り合うようにということなんだろうけど、名前に関しては、本名が明かせないわけがあったんじゃないかと言われているんだ。本名が明かせないわけ？実は事件に加担させられた長女なんだが、事件の2年前、10歳になるまで出生届が出されていなかったらしいんだ。どうしてそんなことに？美穂には浪費癖があったらしく、A さんと知り合った3年後頃には A さん名義で、借金を繰り返したりしていたそうなんだ。さらにその頃は都内の A さんの実家で、A さんの親と同居していたそうなんだが、A さんの親はずっと、息子の嫁の名前は舞子だと信じていたらしく、後半で、検察側が A さんの母の意見供述を読み上げた時も、優しい A を身勝手に殺害し、子供まで道具のように利用した舞子を殺してやりたい。極刑にしてくださいと述べているんだぜ。そうまでして自分の本名を隠す必要があったわけ？まあ自分ではなく A さん名義で借金していたり、出生届を出さないでいたあたりから推測すると、一前夫との離婚が成立していなかった。に相当ヤバい系の町金から借金して返済していなかった。とかじゃないかと思うが、確かめようがないからな。それにしても当時まだ21歳の A さんの名前で借金したりするなんて、金遣いが荒いにも程があると思うんだけど、美穂の2番目の元夫によると性格はわがままというか、自己中心的な女性だったそうで、借金があることも隠していて、最後どうにもならなくなったら、カードと子供たちを置いて自分だけ出て行ったと話していたらしい。うわ、最悪じゃん。
それに子供たちってどういうこと？この時美穂は最初の結婚でできた子供を連れて結婚し、二番目の夫との間にも子供をもうけているんだ。え？それでその子供はどうなったの？どうもそのあたりの情報は錯綜していてよくわからないんだ。しかし被害者の A さんは美穂が金の問題を何度引き起こしても、尻拭いをしてやっていたらしい。優しい人だったんだろうな。それに子供のことも考えたのかも。被害者の A さんは平日は東京都内で会社員として働いていて、土曜日に霞ヶ浦のアパートに来ると、日曜日には東京に出ていく生活だったため、周囲では美穂のことをシングルマザーと思っていた人もいるらしい。しかし一緒に過ごせる週末には家族揃って、外食に行く様子も目撃されていたそうだから、夫婦関係が破綻していたと見るには無理があるだろうな。それなのに、どうして夫を殺すようなことをしでかしたの？自転車の前後に双子の男児を乗せて幼稚園の送迎をするなど、体格のいい気持ったマカーちゃんとも見られていた。美穂だったけど、ゲームセンターに朝から晩まで通い詰めたり、子供のブランド服を買うのがやめられないなど、昔からの浪費癖はなかなか治ることはなかったみたいなんだ。しかも事件の直前には借金に加えて、A さんが会社から預かっていた金を、美穂が使い込んでいたことが発覚。会社のお金を使い込んだ？ A さんが会社の労働組合から預かっていた、500万円に手をつけていたらしい。これにはさすがの A さんも怒り、返済を再三再四にわたって美穂に要求。その都度、美穂は実家から借りて返すなど、適当な嘘をついて、のらりくらりと追及を交わしていたらしいが、さすがにごまかしきれなくなったとして、A さんを殺そうとしたらしいんだ。いやいやいや、パートに行くとか、なんとか弁済する方法を見つければよかったじゃないの。そこで美穂が考えた解決法は、夫が使い込んで失踪したということにしようというものだったんだ。なんて短絡的な女なのよ。逮捕後に茨城県警が美穂のスマホの、検索履歴を調べたところ毒殺や劇薬、バレずに殺せる方法とか、人を殺したらどうなる？といったことを、検索した痕跡があったらしいぜ。バカすぎる。しかも美穂の犯行の中で最も許しがたいと思うのが、A さんの殺害や死体遺棄に頂上加担させたことなんだ。毒を入手したりすることが困難だと分かった美穂は、まずは事故に見せかけて A さんを殺すことを計画。長女に対して A さんが階段にいる時に、突き落とすようなジェスチャーをしてみせたり、A さんが食事中に背後から瓶で殴るように、そそのかすジェスチャーや目配せなんかをしていたそうだ。自分の手は汚さないってわけ？ A さんが寝ている時には、長女に首に紐をくぐらせることができる、体勢かどうかの確認までさせていたそうだ。そしていよいよ犯行当日の2018年2月17日、美穂は寝ている A さんの首の下にスマホの充電ケーブルをくぐらせ、暴れる A さんの手足を長女に押さえさせながら、A さんを殺害。長女は父親が絶命していくのをまざまざと見させられたのね。さらにその後は用意しておいた大きな袋に A さんを押し込み、モルタルを流し込んで固め、総重量100キロほどにもなった。その袋をクローゼットに押し込む手伝いもさせているんだ。さらに2月17日の殺害から発覚した7月18日までの5ヶ月間、長女はたびたび美穂から、匂いチェックと称して、クローゼット内外の匂いをチェックさせられたり、消臭剤を犯されていたらしい。しかも美穂は、長女を例の離婚届の偽造にも加担させたんだ。ということはあの美穂でも A さんでもない署名を書いた人物って、長女だったの？ああ、長女が A さんの下の名前の漢字を練習した。ノートが押収されているんだぜ。どんな思いでそれを練習したかと思うとますます許しがたいわ。しかしそんな小細工も結局はバレて、事件が発覚したのが冒頭に紹介した2018年7月18日のことだったんだ。美穂は A さんに対する殺人死体遺棄、並びに有印私文書偽造行使、それに加えて児童扶養手当の詐取などで、起訴され、2019年6月26日に水戸地裁で初公判が開かれたんだ。裁判での美穂と弁護側の主張はどうだったの？初公判以降、連日の公判に慣れた頃には A さん家族が、傍聴席に並ぶ前で開廷前とはいえ、あくびをしたりしていたらしく、取材していた記者たちの目から見ても、真摯な反省という感じはあまりしなかったという話もあるんだぜ。さらに弁護側は日々のストレスが事件の背景にあったとし、そのストレスの原因を、子育てや家事に非協力的だった A さんで、さらに A さんは酒癖が悪く暴力を振るっていたと話したんだ。そんなの死人に口なしよね。それとも証拠があるの？検察側はもちろん反論。美穂は A さんよりはるかに体格が良かったことや、周りのママ友にも、美穂が夫に暴力を振るわれたような様子や話、怪我を目撃した人間がいないことを申し立てたらしい。しかし、A さんの職場の同僚の中には週明けに、A さんが顔を腫らして出勤してきたこともあったと、
証言する人もいたらしいがな。さらに美穂は A さんに、身内にヤクザがいると脅された、怖かったとか、俺の名義での借金は詐欺罪になるぞと脅されていた、と涙ながらに語り、用途扇風機を投げたり、壁を殴ったりした、と A さんに虐げられていたかのような証言が相次いだらしいな。しかし検察側が A さんの実家で暮らしていた時、ヤクザを見たことはあるのかと聞くと、覚えていない。次に A さんを怖いと言いながら、借金と浪費を繰り返したのか、と尋ねられると、そうだと思いますとボソボソ答えたらしいんだ。そうだと思います?自分の行動でしょうよ。はっきり答えなさいよ。さらに犯行の直接のきっかけは、長女がパパがいなくなればいいのにと言ったから、と証言したんだ。あ、アホかあ、そんな理屈が通ったら、子供が叱られてパパなんか嫌い、いなくなっちゃえとか言ったら、世の母親はだって可愛い子供の頼みですものって、いそいそと旦那を殺すとでも言うんかい。だよな。実際裁判で長女は美穂に、ママと離れるのが嫌ならパパを殺すしかない。ママと一緒に死ぬ覚悟でいてね、と犯行前に言われたと証言しているんだ。さらにママの言うことは断れない。ママが怒るから言えなかったけど、パパは好きだったとも証言。なんて痛ましい。警察が発見した時には、死体の一部が見えていたという A さんの遺体の、モルタル爪の袋の匂いなどの管理をさせられたことは、死体の匂いを確認するのは嫌だった。嫌だと言ってもやらされると証言したそうだ。それに対して美穂は長女の供述内容を全然違うと否定。娘は殺害に同意したと思っていたと強調したそうだ。きー。後半では、A さんの兄も証言台に立ち、法廷で新たに弟の悪口を言い出した。結局、自分のためにしか動いていない。口先だけの謝罪を聞き、怒りを飛び越し虚しくなった。どうか死刑にしてくださいと述べたんだ。気持ちはよくわかるわ。結局判決はどうなったの?弁護側は美穂が3人の子供の子育てや、A さんの酒癖の悪さによるストレスにさらされていたという、組むべき事情があると主張。さらに殺された A さんにもある程度の責任はあると指摘し、夫の人生を奪い、長女に一生の心の傷を負わせた犯行を、強く後悔し、反省しているとし情状酌量を求めたんだ。そうですか、殺された方の責任ねえ。ほう、霊夢。お前の背後に怒りのマグマがたぎっているのが見えるぞ。気にしないで。それで検察側はなんと反論したの?美穂が勝手に A さん名義の借金をして、A さんを自己破産に追い込んだり、A さんが管理する勤務先の労働組合費を使い込むなど、悪質性が極めて高いと指摘。さらに、情状犯行に巻き込んだとも主張。これに対して2019年7月5日水戸地裁は求刑25年に対して、懲役23年を言い渡したんだ。判決理由は?A さんが保管していた会社のお金に勝手に手をつけ、それを返還するように迫られると殺すなど、身勝手で短絡的な動機と経緯に酌量の余地はないと断罪。さらに、犯行をためらう娘を事件に巻き込んだことを、強い非難に値するとしたんだ。まあ、当然よね。でも遺族が望んだ死刑判決は下されなかったわけだけど、美穂側は控訴したの?判決後弁護側は被告と話し合った上で控訴するかどうか決めたい、とコメントしていたんだが、どうもその後控訴したという報道が一切ないようだから、そのまま確定して服役していると見た方がいいんだろうな。長女や双子たちはどうしたのかしらね。どこにいるにしても、少しでも幸せに暮らせているといいと願わずにはいられないな。本当ね。5つ目、山本病院事件。この事件は1997年に開業、2007年に法人化した、奈良県大和郡山市の医療法人雄山会山本病院で起こったんだ。山本病院は病床数80床の一般病院で、いくつかの診療科があって、元院長の山本文夫は医師と理事長を兼任してたんだぜ。こう聞く限り普通の病院って感じね。そうだな、ちなみに、この病院は高炉病院にもなってたぜ。高炉病院何それ？ホームレスを連れてきて、診療を受けさせる病院のことだぜ。高炉病院は、山本病院以外にも全国にあるみたいだな。そういう病院があるんだ知らなかったわ。だけど、ホームレスの人ってお金ないんじゃない？治療費はどうしてるの？ホームレスの人を生活保護受給者にすることで、医療費は全額国のお金で支払わせるようにしてたんだ。そうすることで、診療する医師が得するって方法だったみたいだな。生活保護受給者になったら、患者さんはお金を払わなくていいのね。健康面に心配な人もいるだろうし、無料で病院に行けるのは嬉しいわよね。そうだと思うぜ。山本病院事件はこの方法で診療報酬を稼ぐために、不要な治療や検査を繰り返して不正請求をしたり、不適切な手術と処置で、患者を死亡させたっていう内容なんだ。
なんて悪質なのかしら。不要な治療や検査の不正請求って、どれくらいのものだったの？生活保護受給者に対して心臓カテーテル手術を行ったって嘘をついて、2005年から2007年の間に、患者8人分の診療報酬を請求していたんだぜ。8人、手術って金額高いだろうし、とんでもない金額になってるんじゃない？少なくても、約835万円って言われてるぜ。そんなにとんでもないのね。患者さんも医療知識がないから、そもそも本当に手術が必要か、実際に手術したのかなんてわからないわよね。そうなんだよな。さっき、不適切な手術と処置って言ってたけど、手術をした医師は手術内容をちゃんと知らなかったの？もちろん、知ってたぜ。知ってたんだ。手術をした人って、元院長の山本文夫だけ？いや、山本文夫と、助手として、元病院医局長の塚本康彦がいたから二人だな。他の看護師とかは、何人いたの？普通は、7、8人の医療スタッフと、医師が最低でも3人は必要なレベルの手術だったんだけど、看護師も二人しかいなくて、合計4人で手術をしていたんだ。それに加えて、患者の血圧や脈拍、人工呼吸器とかをチェックする麻酔すらいなかったんだぜ。こんな手術環境最悪だわ。そもそも、肝臓を切除する手術は、症例を積んだ執刀医にしかできないものなんだぜ。二人の医師は、経験はあったの？山本文夫は、肝臓癌手術に立ち会った経験がわずかにあるだけ、塚本康彦も、助手の経験しかなかったな。そんなの、症例を積んだって言わないわ。そう、しかも、山本文夫の専門は心臓血管外科で、塚本康彦は循環器内科なんだ。二人とも全くの専門外の、肝臓癌手術を強行したってことになるぜ。専門外の手術なんて、ほぼ知識がないって言ってもいいじゃない。一緒に手術をしていた他の看護師は、何も言わなかったの？看護師は二人とも心配になって、声をかけてるぜ。一人は手術前に、輸血が必要であることを山本文夫に言うんだけど、そんなんいらんって断られてるぜ。もう一人は、肝臓手術の経験がない山本文夫のことが心配になって、肝臓の専門医は来ないのか聞いたんだ。そしたら、自分たちだけでできるから、呼ばないって。なんか、子供が意地張ってるみたいね。しかも、手術中に間違えて、冠静脈という部分を激しく傷つけてしまっていて、出血がかなりひどかったんだ。そんな状況でも大丈夫やろって言って、看護師の言葉に耳を貸さずに、大量出血で意識を失った患者の心臓マッサージを、看護師に任せきりにしてたんだぜ。その後はどうなったの？山本文夫は傷口を縫合してすぐ、行くところがあるって出て行ったんだぜ。どこに行ったの？酒を飲みに行ったんだぜ。出て行ってからも出血が止まらずに容態が悪化したから、看護師が山本文夫に連絡するんだけど、繋がらなかったんだ。塚本康彦と他の看護師でどうにかしようとするんだけど、結局どうにもならずに、心肺停止状態になって死亡してしまったぜ。ちゃんと出血が止まったか確認もせずに出て行って、しかもお酒を飲みに行くなんて、本当にありえないわ。本当だよな。肝臓癌手術は回復手術って言って、お腹を縦に切る方法が一般的なんだけど、この手術中は胸の下を横に切る開胸手術をするために、外部から機械をレンタルしてるぜ。なんで、一般的な手術方法じゃない開胸手術にしたのかしら？レンタルした機械が最先端機器で、血管を痛めずに出血を抑えられる、メリットがあるらしいぜ。そのメリット何も活かせてないじゃない。山本文夫と塚本康彦は、この最先端機器の使用方法をちゃんとわかってなかったんだ。一般的ではない手術方法で手術するんだから、機械の使い方くらいマスターしておいてほしかったわ。確かに、それくらいはしておいてほしかったな。ちなみに、こういう事態になった時って、本来なら医師法に基づいて異常死の届けを警察に出さないといけないんだぜ。もしかして、それも出してなかったりする。そうだぜ。山本文夫と塚本康彦は、患者の死因を急性心筋梗塞って嘘をついて、警察にも届けを出さなかったんだぜ。嘘を貫いていたのね。そもそも、この患者さんはなんで、この手術を受けることになったの？山本文夫が、儲かるから、肝臓癌ということにして手術をしようって塚本康彦に言ったんだぜ。は？塚本康彦は逆らえなくて、事前の検査で見つかった腫瘍が悪性ではないって判断されていたにもかかわらず、患者に対して悪性の肝臓癌って伝えて手術をすることになったんだ。全く必要のない手術を金儲けのためにするなんて、醜い欲望のために亡くなった患者さんの遺族は、とっても辛かったでしょうね。そうだと思うぜ。ただ、この山本病院では、この患者の命が奪われる5年前、2004年の時点で、醜い欲望に奪われた別の命があったんだぜ。まだこんな事件があるのね。
別の命っていうのは、山本病院に入院していた患者さんではないぜ。え、どういうこと？山本病院で、看護師として働いていた女性だったんだ。なんで看護師さんが、手術を受けることになったの？この女性看護師は、軽度の狭心症だったからか手術を勧められたんだ。だけど、この病院で手術を受けたくないって思って一度はその手術を断ったぜ。それでも、結局は手術を受けてるのよね？そうだぜ。病院側が、半強制的な感じで心臓カテーテル手術を受けさせて、手術が終わって数日後に亡くなってしまったんだぜ。患者さんだけじゃなく、看護師さんにまで、ひどすぎるわ。こんなことがあった病院は、もう使われていないはずよね？山本文夫と塚本康彦は、どうなったの？山本病院は現在廃院になっていて、2009年の12月から医療法人も破産手続きを開始してるぜ。廃院になってくれていて、安心したわ。行く人はいないかもしれないけど、もし今でも患者さんを診察してるって考えると、ゾッとするもの。そりゃあそうだよな。山本文夫に関しては、懲役2年6ヶ月の実刑判決が出されてるぜ。ただ、塚本康彦に関しては不起訴処分になってるぜ。え、なんで逆らえなかったって言っても、患者さんに嘘の診断をして手術をしていたじゃない。塚本康彦は、勾留中に亡くなってるからだぜ。頭が追いつかないわ。塚本康彦は奈良県警に勾留されていたんだけど、取り調べ中に急死したんだ。奈良県警の方は、死因は急性心筋梗塞としてるけど、取り調べ中に暴行があったんじゃないかって言われてるんだぜ。取り調べ中の暴行を警察は犯罪者に対して、何でもしていいの？そんなわけないぜ。ただ、警察の暴行による死亡事件は過去にも起こっているし、遺体の様子から見て暴行があったんじゃないかって言われているんだ。遺体はどんな状態だったの？右足の膝から足首にかけて皮膚が赤黒く変色していたり、頭、胸、腕にも損傷があったみたいだぜ。自白させるためにってことかしらね。そうかもな。塚本康彦は亡くなる1日前に急性腎不全って診断されて、治療を受けていたんだ。殴られたり蹴られたりで、腎不全とかの多臓器不全を起こしてしまった可能性があるって話だぜ。真実はわからないけど、もし警察がそんなことをしてたら、その人たちのせいで亡くなっていった。患者さんや看護師さんもとてもかわいそうね。ご冥福をお祈りするぜ。6つ目、名古屋市女子大生誘拐事件。この事件が発生したのは1980年12月2日、愛知県名古屋市中川区でのことだったんだ。師走に入ってすぐの頃ね。当日の天気はどうだったの？その日の名古屋市内は曇りがちで、時々雨が降る肌寒い陽気の日だったそうだ。その日、犯人はどうやって被害者を誘拐するに至ったのかしら。被害者は当時22歳の S さんで、名古屋市守山区にある私立の女子大学の文学部 A 文科3年生だったんだ。この S さんの実母は事件の2年前に交通事故で亡くなっているんだが、それ以来母親の代わりに父や弟の面倒を見ながら、休日にも図書館に通って学業に励むなど、その真面目で優しい人柄は友人や近所の人など、誰もが認めるほどの女性だったらしい。そんな女子大生が、一体どうして誘拐殺人事件の被害者に？彼女は学業と家事の合間に家庭教師のアルバイトをしようと、新聞に広告を出したんだ。新聞に家庭教師の広告を。当時は、今よりはるかに個人情報に関しては緩く、新聞の告知板欄に、家庭教師いたします、と、名前や在籍している大学名、住所を掲載することはさして珍しいことではなかったんだ。この頃の某大手全国紙の小学生新聞には、文通相手を探すコーナーもあって、小学生のフルネームと住所がそのまま掲載されていたそうだからな。なるほどね。今ではちょっと考えられないけど当時は普通のことだったわけね。ああ。実際、S さんが告知板を利用した頃には同じ大学の他の学生も何人か、同様の広告を出していたらしい。それじゃその中で S さんが選ばれた理由は何だったの？後で詳しく述べるが犯人の木村修司は、他の女子大生にも、家庭教師を依頼したい、という名目で、接近しようとしたんだが、自宅から遠い、と断られていたんだ。そこで、次に接触する相手には、その相手の住所近くに住んでいると嘘をついて、どこかで落ち合い、自宅に案内すると言って、車に乗せてしまえばいいと思いついたらしい。そして次のターゲットを探していた木村修司の目に、たまたま止まってしまったのが S さんだったんだ。S さんにとっては、不運そのものだったわけね。ああ。犯行当日午後6時ごろ、S さんと近鉄名古屋線の戸田駅近くで落ち合ったんだ。午後6時ごろ、12月でしかも雨模様でしょ、もう周囲は暗かったんじゃないの。
確かにそうだが、S さんの自宅はこの戸田駅から直線でおよそ3キロほどと遠くなかったし、犯人の木村はあらかじめ下見しておいた、駅近辺の駐車場に自分のダットサンバネットを止め、落ち合う目印としていた、駅前の公衆電話ボックスで待っていた S さんのところへ、徒歩で近づき、車で来ているので乗ってくれ、帰りはまたここまで送る、と言って、駐車場に案内したそうだ。雨模様の日なら、車でと言われても、変じゃないし、いきなり駅に車を横付けして乗るように促されるより、安心な感じもするわよね。それに被害者の S さんは、人を疑うことをあまり知らなかったんだろう。そのまま駐車場で木村の車の助手席に乗り込んだんだが、実は S さんを乗せる前に、木村は助手席側のドアロックのノブを外し取っていたんだ。ドアロックのノブ。当時の車のドアロックは窓の横にある棒状のノブを上下させて、ロックする仕組みだったんだ。だから犯人の木村はそれに細工して、内側からは開かないようにしておいたらしい。なんて容易周到で悪知恵の働くやつなの。そして S さんを乗せて5分ほど走った農道に車を止めると、これもあらかじめ用意してあった。ドアポケットのロープを取り出し、これを両手に握って午後6時25分頃、S さんを殺害したんだ。え、車に乗せてたった5分走っただけで殺害。そしてこれまた用意してあったレジャーシートで S さんをくるんだ後に、また車を走らせて、愛知県津島市兜町上郷にある、老人福祉センター、上島田祖父母の家、の西側にある、公衆電話ボックスから、1980年12月2日午後8時15分頃に、最初の脅迫電話を S さんの自宅にかけたんだ。殺害してから2時間経つか経たないかくらいの時間よね。この時、犯人の木村は、電話に出た S さんの弟に、あんたとこの娘を誘拐した。後でまたかける、嘘ではないからな。と言って電話を切ったそうだ。弟さんはさぞかし驚いたでしょうね。この後、犯人の木村は蟹江町内の自宅近くまでさらに車で移動し、午後9時25分頃に電話をかけているんだ。この電話には S さんの自宅に駆けつけていた父親の友人が出たんだが、この時、犯人の木村は、明日までに現金で3000万円用意しといて、警察に連絡してもいいけど、娘さん帰らへんからの、と、具体的な金額と明確な脅しをかけてきたそうだ。その実、もう S さんの命を奪っておきながら、なんてずうずうしい。こうして事件当日は過ぎたんだ。ちょっと話は前後しちゃうけど、そもそもこの犯人の木村修司ってどういう男なのよ。犯人の木村修司は1950年2月生まれの当時30歳。次男として生まれたんだが、生後間もなく実父が病死し、母の女で一つで育てられて、名古屋市内の小中学校を卒業すると、名古屋市内の定時制高校に進学し、昼は働きながら高校に通っていたものの、不運が重なり、進学した定時制高校を2年生の秋に中退。その後、親類の口利きで一宮市内の寿司店で、住み込みで働き、調理師免許を取得。地道に調理人としての道を歩み始めていたんだ。というかまずまず順調な人生じゃないの。それがどうして誘拐殺人を引き起こすことに。実は木村は1972年、22歳の頃に窃盗事件を起こしてしまい、住み込みで働いていた寿司店を退職。各地の寿司店を転々とするようになったんだ。窃盗事件。それが転落のきっかけになったの。いや、この1972年12月に、蟹江町に開業することになった富吉温泉内で、寿司店を開くことになった。親類の知人に誘われて、その寿司店で働くことになったんだ。疲労神あり、で結構なことじゃないのよ。この頃の富吉温泉は宿泊施設も併設されていたことから店も繁盛し、さらに店のオーナーである親類の娘と、木村は1974年10月に結婚し、蟹江町内に家を借りて新婚生活をスタートさせたんだ。途中に挫折はあったものの、ちゃんと幸せを掴んでいるじゃないのよ。しかし、犯人の木村には妻の知らない顔があったんだ。妻の知らない顔。実は犯人の木村は最初に住み込みで、働いた寿司店が競輪場の近くにあったことから、ギャンブル好きな一面があり、結婚後もそれは改まらず、結婚後の1978年には、借金は約200万円にもなっていたんだ。この時は実母に泣きつき、用立ててもらった金で借金を清算し、大事にはならなかったそうなんだが、ちょうどこの頃、木村と妻、さらには妻の家族との間には不協和音が生じ始めたんだ。不協和音？一体どんな？木村は富吉温泉内の寿司店を妻と妻の母親との3人で切り盛りしていたんだが、かねてから妻が、妻の母に頼りきりで、さらに実家にしょっちゅう入り浸ることを、心よくは思っていなかったらしい。だけど店のオーナーは妻の父親なわけだし、表だって反発することもできないわよね。ああ、
さらにそれならいっそ名古屋市内に寿司店を独力で開店し、妻の実家から独立しようとしたんだが、無理な計画だと、妻の父から一刀両断されたそうだ。あちゃー、まあ無理もないけど。その後、木村は寿司店の傍ら、親類に紹介してもらった魚の行商のアルバイトも始めて、朝は4時から市場に仕入れに行き、魚をごひいき筋に配達し終えたら、今度は寿司店で夜10時まで働くという、ハードスケジュールで働いたらしいんだ。それはすごいわねー。さぞかし収入も増えたでしょうね。この頃の木村の収入は、寿司店の給料が月約15万、行商のバイトで20万ほどと、計35万くらいだったらしい。同じ頃のサラリーマンの平均月給が約17万円と言われているから、ざっと2倍ということになるな。ますますあんな犯罪に手を染める理由がわからなくなったんだけど、実は事件前年の1979年8月、木村は出席した中学の同窓会で再会した女性と不倫関係になってしまうんだ。ああ、金に不自由しなくなると女に走るってやつね。それに木村と妻の間は、独立騒ぎ以降ずっと冷え切っていたらしいからな。しかし問題は相手の女性にも夫がいたため、二人の関係はいわゆるダブル不倫だったんだ。当然二人の関係はすぐにバレ、双方の妻と夫立ち会いのもと、別れることで一旦は決着したものの、不倫相手が子供を連れて名古屋市内のアパートで夫と別居を始めると、すぐに借金をして、不倫相手に新品の家財一式を買い揃えてやり、さらに月々20万の手当も与えるようになったんだ。はぁ、不倫相手に月20万。自分の妻子の生活費もいるのに、そんなの無茶苦茶じゃない。当然家計は火の車。借金の利息だけで月の支払いは10万を超えるようになったのに、寿司店の給料や、魚の行商のアルバイト代は妻が握っていたため、木村の自由にはならなかったんだ。そこでかつて覚えたギャンブルで一攫千金を狙うものの、世の中そんなに甘くない。当たり前でしょ。そもそも前もそれで、失敗して実母に尻拭いしてもらったくせに、競輪競馬に友人知人、親類縁者、さらには金貸しから借りた金まで注ぎ込んだ挙句、最後には魚の行商の売り上げに手をつけてしまい、事件直前の1980年11月頃には、借金の総額はすでに2800万円ほど、利息だけで月に80万円もの借金地獄に陥っていたらしい。身から出た詐欺とはいえ、絵に描いたような転落人生ね。この頃のことを後に裁判で木村は、金策のあてもなく、不倫がきっかけの借金で相談相手もおらず、こうなったら自殺するしかないのか、と思っていたと供述したそうだ。まさか、そこから身代金を奪うことを思いついたんじゃないでしょうね。そのまさか、なんだよ。その頃、自宅と不倫相手のアパートを行ったり来たりしていた木村は、不倫相手の家で、地元の中日新聞名古屋市内版を読んでいた時に、告知板の存在に気づいたんだ。そして、そこに、家庭教師やります、と載せている学生たちの通う女子大が、地元では富裕な家庭の子女の多い、いわゆる、お嬢様大学、であることに気づいた木村は、身代金を奪って借金返済に充てることを思いついたんだ。それで前に説明したみたいに、まず他の女子大生に声をかけたけど、家が遠い、という理由で断られたのね。ああ。次に声をかけるべき相手を、新聞の告知板で物色していた、1980年11月29日には、またもギャンブルに手を出し、240万円も吸ってしまう。さらに以前からの借金と合わせて、支払いを迫られ、全く金策のめどが立っていないにもかかわらず、12月3日には支払うと口約束をしてしまったんだ。ここまで来ると、自分で自分の首を絞めるのにも程があるというか、なんというか、12月には500万の金を用意しなくては、身の破滅となる事態になった木村は、本格的に誘拐を考えるようになる。そしてその時、脳裏に浮かんだのが、昔見た映画、天国と地獄、だったんだ。それにしても、身代金誘拐の刑の軽さに憤った黒沢明の映画を見て、実際の犯行のヒントにするとは、皮肉なものよね。そうだな。そこで木村が立てた計画とは、1犯行には車を使うこと。に誘拐後は速やかに被害者を殺害することで、それと並行して告知板から S さんに狙いを定めると、電話番号帳や不倫相手のアパートから持ち出した、名古屋市区分地図などを使って下調べした後、S さんに電話で家庭教師の口を持ちかけ、近鉄戸田駅前で落ち合う約束を取り付けると、犯行当日は寿司店を臨時休業にして、雑貨店や自動車用品店でロープやレジャーシートなどを購入し、さらにこれもさっき説明した通りに、ドアロックに仕掛けを施した、ダットサンバネットで S さんを迎えに行ったんだ。そして S さんと落ち合うと、計画通りすぐに殺害したのね。なんてむごい。その後、最初の脅迫電話をかける前に、木村は被害者の S さんを包んだレジャーシートの包みを、
ダットさんの後部に台に乗せ、その周囲を魚の行商用の発泡スチロールで隠していたんだ。その後 S さんのご遺体は、なんと木村は犯行翌日の3日は、遺体を乗せたまま、何食わぬ顔で魚の配達をこなし、その合間合間を縫って、桑名市小佐島町の大倉団地内の公衆電話や、一番最初の脅迫電話をかけた、老人福祉センター上島田祖父母の家近くの公衆電話から、S さんの家に電話をかけ続けたんだ。その間、愛知県警はどうしていたの？3日の午後5時前に木村が6回目に電話をかけてきた時には、捜査員の一人が S さんの叔父を装って、電話に出たんだが、この際も、S さんは生きてますよ。三重県にいるんだわ。お金さえもらったら返すから、と話しているんだ。S さんの父親や弟にしてみれば、気が狂いそうな時間だったでしょうね。しかし、木村はこの6回目の電話の1時間ほど前に、S さんのご遺体を木曽川河川敷の茂みに隠していたんだぜ。それでいながらしれっと、生きて三重県にいる、なんて言ったなんて。この後、木村は電話で蟹江町平安の喫茶店、M、を指定して家族を呼び出し、叔父を装って父に同行した捜査員が、午後6時頃に喫茶店にかかってきた電話に出ると、タクシーで東名阪自動車道に向かい、指定した非常電話ボックスに行くように指示してきたんだ。映画で出てきた方法を真似したのね。それで、捜査員と父は指定されたボックスに行き、木村からのメモを見たものの、その指示に従うことを躊躇。じれた木村は S さんの自宅に何度も電話をかけ、留守番をしていた S さんの弟に父親から電話が入ったら、一度家に帰って自分からの連絡を待つように伝えろと言ったんだが、夜9時過ぎに自宅で、叔父を装う捜査員が電話に出ると、帰って見えたの。何をしとんの。こっちが聞いとることに答えんさいよ、と、焦った様子を見せ、その後かけてきた電話で、身代金の受け渡し役に S さんの弟を指名すると、タクシーを S さんの自宅近くに向かわせるから、それに弟が乗り、指定の喫茶店まで来い、と指示したんだ。それで、木村は喫茶店に現れたの。いや、近くから様子を伺っていたところ、怪しい動きをする自動車が複数台あったために、接触を断念したそうだ。そして、私らも危ない橋は好きじゃないもんね。あげるあげる言うとるだけじゃ何にもならんの。後悔するのはあんたたちよ、という電話を、12月3日午後11時過ぎに S さんの自宅にかけると、浮気相手のアパートに、帰って行ったらしいんだ。終始一貫他人のせい、というその態度は変わらないわけね。木村はこの最後の電話まで、計18回の脅迫電話を S さんの自宅にかけているんだが、前述の祖父母の家近くの公衆電話からは計8回、一度は富吉温泉内の自分の寿司店からも電話しているんだ。それ、逆探知できなかったのかしら。愛知県警も逆探知狙いでなんとか会話を引き伸ばそうとしたらしいんだが、ほぼ通話は4分以内で終わるなど、木村の方も大胆ながら慎重な狡猾さを発揮していたらしい。それでその後はどうなったの？浮気相手のアパートから、妻に電話を入れた木村は、妻から、借金取りから電話がひっきりなしにかかってきて寝られない、と、責められたことで、どのみち借金の全容が家族や親族にバレるのは、時間の問題と悟ったそうだ。悟るのが遅い。翌4日、木村は妻に言われて実母と会い、さすがに総額は言えなかったものの借金があることを告白。さらに借金のすべてが明るみに出れば、たとえ身代金を受け取れても、その金を借金の返済に充てれば、金の出所を怪しまれるだけだと思い、早急に河川敷ではなく、より安全な場所に S さんの遺体を遺棄しようと画策。それと並行して万が一、S さん一家がまだ警察に連絡を取らずにいる場合を想定し、交渉が続いていると思わせた方が事件の発覚も遅れると考えて、昨日弟が来ていた喫茶店に刑事が用件取ったの、あれなんやねん、と揺さぶりをかける電話を入れているんだ。キー。つくづく狡猾な男ねえ。その後、ブルーシートを買い込んだ木村は、明日 S さんに会わせる、と連絡を入れたんだ。そして5日実母の家に木村の浮気相手、さらに木村の定時制高校時代からの親友が集まり、前後策を練ったものの、金の都合がつくはずもなく、いっそ四国に夜逃げするかという案が出たらしい。ちょっと、なんなのその案は、解決になってないじゃないのよ。だよな。その後浮気相手とアパートに戻った木村は、四国への電車を調べるために、時刻表を見ていたんだが、その際に身代金の受け取りに当時の国鉄春日井駅を指定し、万が一、警察が動いている場合は、そちらに注意を引きつけておいて、その隙に S さんの遺体を始末することを思いつく。そうして S さんの家に電話を入れると、自分は河川敷の S さんの遺体を回収すると、ブルーシートで梱包し直して、途中で偶然発見した工事用コンクリート台を結びつけて重しにすると、東名阪自動車道の木曽川橋から、下の木曽川に投げ込んで遺棄したんだ。
完全犯罪を目論んだわけね。その後、S さんの家に電話し、春日井駅には出向いてもいないのに、刑事がいた、と難癖をつけたんだ。そして5日夜、実母の家に出向いた木村は、親族一同の前で借金の実態を告白したんだ。その結果、借金は木村の母や兄、妻の両親とで分担して返済することが決まったそうだ。はぁ。しかもこの時親族たちって、木村が借金以外の大罪を犯していることも知らないのよね。ああ。そして木村は12月6日午後6時頃、浮気相手のアパート近くの公衆電話から、車が壊れて計画が狂った、と、まだ交渉の余地はあるかのように装った電話をかけたが、これを最後に連絡を絶ったんだ。その後の捜査はどうなったの？木村からの連絡が6日以降途絶えた愛知県警は、残された証拠だけでは犯人にたどり着けないと判断。事件発生から25日後の12月26日に、公開捜査に踏み切ったんだが、その際に捜査の一環として、テレビなどで流れた犯人の音声テープを耳にした実刑や実母は、木村に自首を勧めたそうだ。心中を察するとあまりあるわね。しかもその際、兄や母は木村に対して、被害者をどうしたのかを聞き出すまでは自死など許さぬ、と言ったらしい。女で一つで育てた母親にそんなことを言わせるなんてね。しかも自分にも子供がいたのに。まったくだよな。そして年が明けた1981年1月20日に、木村修司は逮捕されたんだ。逮捕を受けて、愛知県警は S さんの遺体を大捜索したものの、なかなか発見されず、一時は、遺体なき誘拐殺人事件、になるのではと、危惧されたものの、事件発生から5ヶ月後の1981年5月5日に、遺棄現場近くで川釣りをしていた人によって、発見されたんだ。ようやく S さんは家族の待つ自宅に帰ることができたのね。そしてその10日後の1981年5月15日、第一審が名古屋地裁で開かれ、翌年1982年3月23日に死刑判決が出たんだ。当初、木村は控訴する意思はない、とも言われていたんだが、弁護側は前科が窃盗罪しかないことや、いわゆる永山基準を考慮すれば、結果の重大性、ことに殺害された被害者の数、という部分に抵触すると主張したんだ。しかし、名古屋高裁は1983年1月26日、一審を支持して控訴を棄却。すると弁護人に説得されて、木村は最高裁に上告したんだが、こちらも1987年7月上告は棄却され、木村の死刑が確定。その後も弁護団は不服申し立てなどをしたものの、最終的にはこの申し立ても、1987年8月6日に棄却。木村修司はこれをもって、確定死刑囚となったんだ。しかしなぁ、しかしって、どうかしたの？実は木村自身は第一審の裁判中に、死刑になることで被害者家族の無念も少しは晴れて、さらに自身の家族や子供に対する世間の風当たりが弱まるなら死刑を受け入れる、と供述していたんだ。え、そうなの？実際、木村修司の実死は逮捕が報じられた翌日には、通っていた幼稚園から拒絶されたそうだ。自分の犯した罪が周囲にどれだけの迷惑と悲しみを与えるか、初めて認識したのかもしれない。それなのに、控訴と上告をするなんて、何か納得ができない感じなんだ。それに最高裁判決の際、この事件において上告審では自然と国選弁護人が併存した、とわざわざ言及されているんだ。どういう意味？普通は国選か自然のどちらかだけでしょ。当初は国選だけだったものの、弁論期日直前に自然弁護人が選任されたんだが、その後も、国選弁護人が解任されることがなかったため、手続き上自然と国選の両方になったらしい。もっとも実際に弁論を行ったのは、自然弁護人だけだったらしいがな。確かに、すっきりとはしない部分ね。その後、1993年に恩赦を出願したものの、1995年12月21日に収監先の名古屋刑務所で、死刑が執行されたんだ。この日は福岡拘置所で一人、さらに東京拘置所で一人の執行がされているんだ。この執行の後、下げ渡された遺品の中には、1996年1月1日付の年賀状の束があったそうだぜ。そういえばこの事件って、いわゆる永山事件判決後に、最高裁が死刑の量刑を維持した中で、初めての被害者が一人のケースだったのよね。これ以降は日立女子中学生誘拐殺人事件や、岡山元同僚女性バラバラ殺人事件、北九州市病院長殺害事件などがあるけどな。だけど少年事件においては相変わらず、被害者が複数でない限り、そもそも第一審から死刑判決は出ないわよね。7つ目、イルゼコッコ事件。
まずはイルゼコッホの死の死因から振り返るとしよう。イルゼコッホが死んだのは1967年9月1日、つまり1945年5月のドイツ敗戦から22年後のことだ。当時イルゼコッホはドイツのバイエルンの女性専用刑務所に収監されていたんだ。刑期は終身刑で、生きて釈放される望みはなかった。当時彼女は何歳だったの？イルゼコッホは1906年9月22日生まれだから、当時満60歳で、あと1ヶ月足らずで61歳になるところだったんだ。その日、イルゼはウィーン名物の肉料理シュニッツェルとサラダを食べて、息子に最後の手紙を書き、ベッドのシーツで首を吊ったんだ。死因は自殺だったの？ああ、イルマ・グレーゼやマリア・マンデルといった他のナチスの女監視たちのように処刑されたわけではなかった。それではイルゼコッコがなぜ、60歳にして自死を選ばなければならないような人生を歩んだかを辿っていこう。さっきも述べたように、イルゼコッコは1906年9月22日、ドイツのドレスデンで生まれている。ドレスデンどんな街なの？ドレスデンはチェコとの国境に近い場所にある街で、古い街並みが美しいことなんだぜ。イルゼコッコはそのドレスデンの街で地元の工場で働く職人の三女として生まれたそうだ。やがて地元の会計学校へと進学したんだが、なかなか勤勉な学生だったらしい。優秀だったのね。しかもなかなかチャーミングだったイルゼは、男子生徒からの人気も高く持てたそうだ。さらに常に自分は他人より優れていると考えるタイプの女性だったらしい。今で言えばマウンティング系女子というところね。まあな、しかしそういう思考の持ち主が後に夫となるカール・コッコのような野心家と結びつくと、暴走に歯止めは全く効かなくなるんだ。イルゼコッコがナチス党員になったのはいつ頃の話なの？そもそもイルゼコッコが簿記係として働き始めた頃のドイツは、第一次大戦の敗戦で受けた経済的な打撃から回復途上で、国民の間では苦く続く困窮に対して、不平不満が高まる一方となっていたんだ。そうした不満の受け皿として台頭したのがヒットラー率いるナチスだったのね。そうだ、そして1932年、イルゼコッコが26歳の時に、彼女はナチスに入党し書記として働き始める。そしてベルリン近郊のザクセンハウゼン強制収容所で働いている時に、夫となるカール・コッコと出会ったんだ。イルゼコッコの夫となったカール・コッコは、1897年生まれでイルゼコッコより9歳年上だった。カールは母親が34歳、公務員だった父親が57歳の時に生まれた子供で、生まれた時には婚外子だったそうだ。生まれた時？その後は？カールが生まれて2ヶ月後に両親は結婚したそうだが、父親はカールが8歳の時に65歳で亡くなったそうだ。カールはあまり勉学に熱心な子供ではなかったそうで、義務教育を終えるとすぐメッセンジャーボーイの職に就いたらしい。メッセンジャーボーイは、新聞社、デパートなどで手紙や品物などを届ける係の少年や男性のことだぜ。その後17歳になると陸軍に志願入隊したものの、母親がこれを聞きつけて、一旦は入隊取り消しになったそうだ。しかしとうとうカール・コッコが19歳になった1916年に、入隊し、激戦の西部戦線で従軍する。西部戦線無事に帰還できたの？イギリス軍の捕虜になったが、戦後の1919年に解放されてドイツに無事帰還しているぜ。その際、勲章を受章し銀行員となったカールは1924年、27歳で最初の結婚をしている。そこまでは順風満帆という感じだけど？いや、実は1930年にカールは横領と偽造の罪で実刑判決を受けているんだ。それを受けて、結婚生活は破綻、さらに銀行も倒産してしまう。悪いことが連鎖して起きたのね。ああ、しかしカールはすぐにナチスに入党し、いわゆる SS 親衛隊入りを果たしたんだ。そして1934年ザクセンブルクの強制収容所で働いている時に後に妻となるイルゼコッコと出会ったそうだ。出会った時、カール・コッコは37歳の子持ちで、イルゼコッコは28歳でカールの秘書を務めていた。そして出会いから2年後の1936年に彼らは結婚、翌1937年にカールが所長を務めていたブーヘンバルト強制収容所に着任する。ここでコッコ夫妻を語る上で欠かせない、ブーヘンバルト強制収容所について紹介しておこう。ブーヘンバルト強制収容所は現在のワイマール郊外にあった強制収容所の一つなんだ。ちなみにこのワイマールは戦前のドイツ国の憲法であるワイマール憲法が制定された町で、カール・ツァイスの名で知られる光学機器製造会社の創始者であるカール・フリードリヒ・ツァイスの出身地でもあるんだぜ。またしてもカール、本当にドイツ人にはカールという名前の人が多いわ。
ははちょっと脱線したが、ブーヘンバルト強制収容所は1945年にアメリカ軍によって解放されるまでに、おおよそ23万人余りの囚人を収容し、その5分の1に当たる5万5000人以上の人々が死んだとされている。当初ナチスによって、この強制収容所が建設された目的は、この地域で産出する粘土原材料として、大量のレンガを囚人に作らせることにあったんだ。レンガ？ああ、その頃のナチスは、ヒットラーが立てた4カ年計画に基づき、外国との戦争に備えて、自給自足率の向上が急務だったんだが、工場を建設するにしても、橋や道路を整備するにしてもレンガが欠かせなかったんだ。なるほど、それで囚人を動員して大量生産を図ったわけね。そういうわけだ。しかしアメリカ軍が解放した時には、所内には腐乱した死体や痩せこけた裸の男女の死体が山積みされ、生き残った人たちも骨と皮だけで餓死寸前のありさまだったらしい。なんてひどい。そのブーヘンバルトの初代所長がカール・コッコ、そして後にブーヘンバルトの魔女ブーヘンバルトのメス犬と呼ばれたのが妻のイルゼ・コッコだったんだ。イルゼ・コッコの残忍なイメージの陰に隠れがちだが、夫のカールもそのサディスティックさではイルゼと双璧と言っても良いぐらいなんだ。例えばカールが好んだ、囚人相手の拷問はカミソリの刃を埋め込んだ鞭で囚人を叩くといったものだったらしい。それは刑罰じゃないわね、まさしく拷問だわ。しかもカール・コッコには男性に対して性的欲望を抱く傾向があったらしく、実はイルゼとは不仲だったそうだ。実際、ブーヘンバルトに赴任していた間に、彼ら夫婦には3人の子供が生まれているんだが、イルゼはブーヘンバルトにいた間、囚人相手や他の SS 親衛隊所属のナチス高官たちと浮気をしていたので、本当にカール・コッコの子供であったのかどうかを疑う人も少なくないらしい。複雑怪奇な夫婦生活ね。カールと結婚し、ブーヘンバルト強制収容所へ所長夫人として赴いたイルゼは、夫の命により女性監視として最高位の立場を獲得。ここから後にブーヘンバルトの魔女、メス犬と呼ばれる本領を発揮し始めるんだ。例えば、囚人に歯ブラシで小道の石畳を掃除させて、決められた時間に終わらないと容赦なく鞭打ったり、馬に乗って収容所を見回り、目についた囚人を馬上から鞭打つなどは日常茶飯事だったらしい。本当に旦那といい勝負のクズっぷりね。さらにイルゼがメス犬と称された理由の一つが、性的虐待の数々だったんだ。イルゼは魅力的なルックスの囚人を選ぶと、自分の意に沿うように仕向け、逆らえば虐待したそうだ。かつては高い地位にいた囚人には、わざと屈辱を与え、体を傷つけ、さらに侮辱して、心身ともに痛めつけることで、快楽を得ていたとも言われている。悪魔の所業そのものよ。さらにイルゼは収容所内の幹部の宿舎で、大きな牧羊犬を飼っていたそうなんだが、飢えや過酷な労働で痩せ細った囚人に、犬をけしかけて笑っていたそうだ。その対象は妊娠中の女性や、抵抗することもできない人も含まれたんだ。また、イルゼは家庭的な女性とは言えず、宿舎での家事全般も囚人にさせていたそうなんだが、そんな時必ず、イルゼは身体にぴったりと張り付くような露出度の高い服を好んで着ていたらしい。なんでそんなことを？それを目にした囚人たちが目のやり場に困るのを楽しんだり、挙句自分を汚らわしい目つきで見たと難癖をつけ、処罰を与えて危機としていたらしいからな。本当にクズ、悪魔ね。さらにイルゼ・コッコを有名にしたエピソードの一つが入れ墨狩りだ。入れ墨狩り？ああ、さっきも紹介した通り、イルゼは収容所内を自由に闊歩することができたんだが、その途中で人目を引く入れ墨をした囚人を見つけると、その囚人を処刑させて皮膚を剥ぎ、その皮膚をなめし側にして、ランプシェードやアルバム、手帳の表紙などに加工させていたというんだ。ちょっと待って、そんなの人間の所業じゃないわ。さらにイルゼは所内の SS 親衛隊の高官と半ば公然と浮気し、乱交パーティのようなみだらな楽しみを追求することが好きだったとされている。実際、イルゼの夫であるカール・コッコは所長の地位にある時に梅毒にかかったが、その原因を追求されることを恐れて、治療に当たった囚人医師を逃走しようとしたとして射殺している。さらにイルゼは自分の余暇のためだけに、強制収容所内にスポーツ施設を建設し、その費用は囚人たちから取り立てたそうだ。やりたい放題の無法地帯、囚人たちにとってはまさに生き地獄だったのね。しかしそんなコッコ夫妻に、1943年8月、晴天の霹靂とでも言うべき事態が訪れる。1943年敗戦というわけではないわね。ああ、実はカール・コッコと妻イルゼのあまりに贅沢な暮らしぶりに、ナチス幹部から疑いの目を向けられていたらしい。そして十分証拠が集まったとされた時点で汚職や囚人の殺人などで逮捕されたんだ。裁判はどうなったの？
カールの梅毒の治療に当たった囚人医師は、ごっこの横領についても知り得る立場にあった。だから彼らが逃走を図ったためにやむなく射殺した、というのは嘘で、計画的殺人だとみなされたんだ。さらに SS 親衛隊の犯罪行為を監視していた判事のモルゲンは国庫夫妻の銀行口座を凍結し、金の流れを精査した。その結果、夫妻の住宅から大量の囚人の金歯や囚人から取り上げたであろう宝石や貴金属が見つかった。これらの証拠をもとにイルゼの浮気相手の SS 親衛隊の将校たちともども裁判にかけられた。実はこの裁判中、SS 親衛隊の将校の妻などたくさんの証人たちが謎の中毒症状を起こし、死亡者も出たんだ。それって毒殺じゃないの？もちろんその疑いは濃厚だったが、検視までしても、ついに証拠は出なかったそうだ。怖い、ほんと怖い人たちだわ。16ヶ月もの長き予審裁判を経て、最終的にカール・コッコには窃盗や詐欺、横領などにより、2回分に相当する死刑判決が下された。一方でイルゼは証拠不十分で無罪となり釈放、カールは1945年4月5日に銃殺刑となったんだ。夫の処刑後に釈放されたイルゼは自分の子供たち2人と一緒にルートヴィヒスブルクへと転居した。しかしイルゼの態度は大して改まりもせず、子供たちの面倒は家政婦や親戚任せで、酒に溺れ、未亡人とも思えないような乱れた生活を見かねた周囲は親権を取り上げようとしたそうだ。そりゃそうでしょうね。そして1945年6月、イルゼは戦争犯罪の容疑者としてアメリカ軍に逮捕される。イルゼ国庫は強制収容所内での囚人に対する虐待や殺人行為については否定したが、連合国軍側の証人は、死体の皮膚からランプシェードや手帳カバーなどを彼女のために作らされたと証言した。しかし、その裁判の最中に衝撃的なことが判明する。衝撃的なことって？なんと当時41歳のイルゼが妊娠していることがわかったんだ。何しろ彼女は拘束されてから連合軍の尋問官その多くはユダヤ人を除いて男性と接触していなかったからな。しかしこの妊娠はイルゼにとって有利に働く。有利？結局イルゼには終身刑が下されたんだが、同時に連合国軍に裁かれた30人中22人までが死刑になったことを考えると、妊婦であることがイルゼの命を救ったとも言われているんだ。しかし、イルゼは死刑を免れて幸運とは考えなかったようだ。はぁ、厚かましいわねぇ。1947年10月に息子ウベを産むと上訴、そして終身刑判決から2年後に懲役4年の実刑判決に減刑されたんだ。4年終身刑がたった4年ってどういうこと？この逆転減刑を命じたアメリカ軍の上級将校で、ドイツ暫定軍事知事のクレイはその理由を、イルゼは確かに非常に嫌な人間だったが、彼女を終身刑にする主な原因となったランプシェードなどについては、入れ墨の皮を確保するために、受刑者を選んで殺したという説得力のある証拠はなかったとしたんだ。え、どういうことなの？ここで問題となるのが、敗戦前にイルゼがカールと一緒に裁かれた裁判に提出された証拠なんだ。実はあの裁判の時に、すでにランプシェードなどの話は出ていたんだが、その時の調査で実はヤギ革で作られていたと結論付けられていたんだ。その証拠が採用されイルゼは減刑された。しかし、今度はドイツ国内の世論が彼女を許さなかったんだ。1949年、戦争犯罪刑務所からの釈放と同時にイルゼは拘束され、今度は殺人罪で裁かれることとなる。そして1951年に殺人、殺人未遂などにより終身刑を言い渡されたんだ。実はこの裁判では250人以上の証人が尋問され、そのうちの4人は前回否定されたランプシェードやブックカバーについて、ランプの足部分は人間の足の骨から作られたなどとより詳細に証言しているんだ。皮膚だけじゃなかったの？しかしこのランプシェードなどについての容疑は、今回も物的証拠に欠けるということで却下されているんだ。その後、1952年にイルゼが提出した控訴が棄却され、すべての恩赦の請願も却下される。こうしてイルゼは、ナチスの戦争犯罪に関与した女性として唯一ドイツ連邦共和国下で終身刑になったんだ。他の女性たちは？有名どころで言えば、同じく強制収容所の女看守だったイルマ・グレイゼや囚人の管理係をしていたマリア・マンデルは公死刑になっているから、イルゼ国庫の終身刑が重すぎるとは言えないだろう。しかしイルゼ本人はあくまでも判決に対して不服であり、最終的に国際連合人権委員会に訴えたが、こちらも無駄足になった。しかしこの頃、イルゼは1947年後半前の拘禁されている時に獄中で産んだ4人目の子供と再会している。あのウベと？そうだ。出産後すぐに母イルゼから引き離されたウベは長らく実の母のことを知らなかったらしい。しかし19歳になった1966年頃に母イルゼの存在を知り、以降たびたび収容されていた女子刑務所に面会に訪れたそうだ。やっぱり海の母が恋しかったのかしら？
二人の交流はイルゼが独房で自殺するまで続いたそうだ。ちなみにイルゼが産んだ他の三人の子供だが、1938年生まれの長男は1967年、イルゼの自死の前に養親の罪に耐えかねて自殺している。長女は戦後行方知れずとなっているが、悪評高い養親を持ち、ひっそりと暮らす以外なかっただろうな。次男は出生後すぐに亡くなっているので、その後の浮き目は知らずに済んだとも言えるだろう。ところでイルゼは死を前に息子ウベ宛ての遺書を残していたそうだ。そこには死だけが私を救ってくれると書かれていたらしい。実は晩年のイルゼは精神に異常をきたすようになっていたらしく、中でも強制収容所の生き残りの囚人たちが、自分の体の内部から自分を壊そうとしているという幻想に苦しめられたらしい。なんだか哀れな気もしてくるわね。イルゼの自死は、食材というよりも、そうした自分の心身の苦しみからの逃避だったんだろうな。イルゼが亡くなった後、遺児となったウベは1971年に母イルゼの真実を明らかにしようとした。真実？ああ、実は悪名高い囚人の皮膚を利用して作られたランプシェードは誰もその存在をきちんと確認していないんだ。え、どういうこと？その他のブーヘンバルト強制収容所にまつわる遺物、例えば囚人の内臓を樹脂で固めて作った標本や星首などの存在が知られているが、この星首は実はドイツの博物館で展示されていたものらしいんだ。なんでそんなものが強制収容所の所有の証拠とされたの？今となっては経緯はわからないらしいぜ。同様にイルゼコッコが作らせたとされている囚人の皮膚から作った手帳カバーやランプシェードなども、戦後すぐの収容所の捜索の折に撮影された写真にはそれらしきものが写っているものの、裁判の途中で行方不明になっていて、今ではその所在が明らかではないんだ。そうしたことから息子ウベは母イルゼが無実だったとも、世間で信じられているように残虐非道な女性だったとも確信が持てず、真実が明らかになることを求めている、とニューヨークタイムズのインタビューで訴えたんだ。確かにそう願うのも無理のないことかもしれないわね。実はハリケーンカトリーナにアメリカ南部が大きな被害を受けた後に、ガレージセールで、この時のものとされるランプシェードが売りに出されるという事態が発生したことがある。それをナチスの遺物を追い求めていたユダヤ人作家が手に入れて、検証したんだが、当初は人間のものではないかという結果が出たものの、最終的な DNA 鑑定では人間ではなく硫化和製という結果が出たそうだ。それじゃ、今でも確認されていないの？しかし2020年にはポーランドの骨董市で人間の皮膚の使われた写真アルバムが見つかり、その後、ブーヘンバルト強制収容所で作られたものと推定されたというニュースも一部では報道されたんだ。一体どういうこと？しかし、イルゼの生涯における3回の裁判全てで証人として出廷したドイツ人のコンラッド・モルゲン博士は後のインタビューでこう述べたとされている。イルゼは無実の天使ではなかったが、皮膚でランプシェードを作ったなどということに関しては、彼女は預かり知らぬことだったと思う。ある意味彼女は大衆の求めるイルゼ像に、はめ込まれてしまった犠牲者だったかもしれないと。ということは、真実は歴史の向こうに消えていってしまうのかしら。八つ目、ジョシュア・マドックス失踪事件。事件の舞台はアメリカのコロラド州。ジョシュア・マドックスは音楽が好きな18歳の少年で、両親は離婚しており父と二人の姉妹と一緒に暮らしていたんだ。よくあるような家庭だったのね。2008年5月のある日、ジョシュアは妹に散歩へ行ってくると言って外出したんだが、その後彼が戻ることは二度となかった。どういうこと？もしかして家出とか？いや、家族の証言によるとジョシュアはとても明るく聡明な性格で、学校でも成績優秀だったため家出などは考えられないということだった。じゃあ、本当に突然失踪したってことね。いつになっても帰ってこないジョシュアに不安を抱いた父はすぐに警察に通報し、警察協力のもとコロラド州全域の捜索が始まった。しかし捜査の甲斐も虚しく、ジョシュアの足取りは全くつかめないままだったんだ。警察が調べてもわからないなんてどこに行ったのかしら？その後もジョシュアを見つけ出すためにデータベースの公開などが行われたが、それでも彼は見つからず月日だけが流れていった。もしかして何かの事件に巻き込まれちゃったとか？ちなみにジョシュアの兄は彼が失踪する2年前に自殺をしているんだぜ。家族もジョシュアが兄の後を追ったんじゃないかと不安だったでしょうね。いや、家族は兄の自殺を経験したジョシュアが自分も自殺しようなんて考えるはずがないと思っていたんだ。確かにそういう考え方もできるわね。そうしてジョシュアは大好きだった音楽で夢を叶えるために旅立ったのだと結論付けた。それはちょっと楽観的すぎない？そしてそのまま時が流れ7年後のある日、事件は大きな転機を迎えた。何があったの？ジョシュアが発見されたんだ。7年越しに見つかったのね。一体ジョシュアはどこにいたの？彼がいたのは自宅から少し離れたところにある山小屋。意外と近くにいたのね。
その山小屋の煙突の中だ。その日は10年ほど放置されていた山小屋の解体が行われたんだ。そして作業員が山小屋の煙突部分を壊したところ、中から人間の白骨死体が出てきた。それがジョシュア本人だったってこと？そうだな。解体作業はすぐに中止され、警察が身元特定をしたところ、ジョシュア・マドックスの遺体であることが分かったんだ。解体業者の人も相当驚いたでしょうね。そうだな、仕事をしていると突然白骨遺体が出てきたんだからな。っていうか、どうしてジョシュアはそんなところで亡くなっていたのよ。それがこの事件の大きな謎なんだ。そうなの？この事件で非常に不可解なのが、煙突で発見された際のジョシュアの体勢だ。どんな体勢だったの？頭が下で足が上になっている、いわば逆さまの状態で発見されたんだぜ。頭から煙突の中に入ったっていうの？そうかもしれないな。そうかもしれないって？さっきも言ったが、この事件は分かっていないことが多く、このことについても謎のままなんだ。すごく不気味な話ね。煙突の中は非常に狭いため、中で体勢を変えるのはまず不可能だ。っていうことはやっぱり頭から入っていったってことでしょ？ただよく考えてみろよ。もし中で挟まらなかったら頭から落ちることになるんだぜ。もし家に侵入するために煙突から入ったのならば足から入るのが自然だろ？確かにそう言われればそうね。じゃあまさかジョシュアは？何者かによって煙突の中に放り込まれた、そんな疑惑が浮かび上がったんだ。失踪事件じゃなくて殺人事件だったってこと？そう考える人は多かった。発見された遺体は全裸の状態だったが、ジョシュアが家を出た時に着ていた衣類が小屋の中で見つかっているんだ。しかも煙突の真下ではなく少し中に入り込んだところにな。誰かがジョシュアを煙突に放り込んでから服を小屋の中に捨てたってこと？そうかもしれないな。煙突の中は身動きができないほど狭いから、煙突に挟まった後に服を脱いだということはありえないだろう。ますます不可解になってきたわね。もちろんジョシュア本人が自分で服を脱いだということも考えられるが、そうなると彼は裸で屋根まで上がり煙突に入ったということになる。それも考えられそうにないわね。じゃあやっぱり誰かに無理やり煙突に放り込まれたってことかしら？しかし必ずしもそうだと言えないんだ。どういうこと？発見されたジョシュアの遺体を調べたところ、骨折や傷跡のようなものは見られなかったんだ。つまり誰かに強引に入れられた可能性は低いってこと？そういうことだ。あまりに不可解なこの事件は解決に困難を極めた。確かに事件か事故かもわからないものね。そういうことだ。じゃあ結局この件はどういう結果になったの？2015年9月、警察は最終的に今回の件を事故であったという風に結論付けた。マジで？警察の見解はこうだ。偶然の事故によって煙突に落下してしまったジョシュアはそこで身動きが取れなくなってしまい、そのまま低体温で亡くなった。いやいや、そう決めつけるのは結構無理があるでしょう。そうだな。霊夢と同じようにこの結論に納得できない人は多く現れたんだ。そうよね。どう考えてもほぼ裸の状態で屋根の上なんて上がらないからね。そして今回の事件を他殺であると考えた人物の一人にチャック・マーフィーという人物がいる。この人はどういう人なの？ジョシュアが亡くなっていた煙突のある小屋の持ち主だ。なるほど。マーフィーは現場の状況からして明らかに偶然の事故ではないということを訴えたんだ。マーフィーは何か知っていそうね。実はこの小屋の煙突には動物が誤って入ってこないようにするために鉄筋が取り付けられていたんだ。さらにその周りにはワイヤーメッシュも使用されていたんだぜ。確かにそれなら野生の動物は入ってこれないわね。野生動物だけじゃないぜ。人間が偶然落っこちてしまうなんてこともありえないだろ。本当だ。っていうことはやっぱりジョシュアは事故死ではなかったのね。しかしマーフィーの証言と警察の見解は違ったんだ。どういうこと？警察が言うには煙突に金属メッシュがあったなんて誰も見ておらず、現場の写真にもそのようなものが写っていないと主張しているんだぜ。どちらかが嘘を言っているってこと？その可能性が高いな。だがマーフィーが犯人だったとすると、わざわざ事故で終わりそうな話を覆そうなんて考えないだろ？それもそうね。とは言っても警察が隠蔽をしなければいけないような理由もわからない。ただでさえ謎が多いのに、まだわからないことが出てくるのね。結局その後の調べで金属メッシュが煙突の解体の際に全て回収されスクラップになっていたことが発覚したんだ。っていうことは煙突に偶然落ちてしまったというのは間違いだったの？そうかもしれないな。検察も殺人事件の可能性が高いと見ていたが、結局決め手となる証拠は見つけることができず、事件は終わりを迎えたんだ。なんかモヤモヤが残るわ。事故として片付けられたが、容疑者として名前が挙がった人物もいるんだぜ。どんな人なの？ジョシュアの友達であるアンディという男だ。彼はジョシュアが失踪する前にも会っているんだ。
そして実はこのアンディという人物は複数の人間を殺害したとして逮捕されている過去もあるんだぜ。確かにかなり怪しいわね。多くの人がアンディが犯人ではないかと疑った。しかしジョシュアが発見されたのは失踪してから7年も経っており、真実を突き止めるのはできなくなってしまったということだ。本当に不可解なことが多い事件なのね。9つ目、ピエロ殺人事件。まず最初に事件を起こした人物であるジョン・ゲイシーが、どういった幼少期を過ごしたのかを解説していくぞ。大量殺人って言葉が出てたし、そういう人がどんな経歴なのかは気になるわね。ジョン・ゲイシーは1942年3月17日、イリノイ州シカゴのポーランド系の父親と、デンマーク系の母親の間に生まれたんだ。父親は機械工をしてた人みたいなんだが、幼い頃に貧しかったことから、人には負けない弱みを見せてはならないっていう考えに固執してる人だったんだよ。なんだかお父さんの方にあんまり良くない兆候が見られるわね。霊夢の認識は正しいぜ。父親は脳の治療不可能な場所に腫瘍があって、その影響から精神的に不安定になることが多かったんだ。そしてその矛先が息子だったジョン・ゲイシーに向けられたわけだな。虐待を受けてたってこと？ああ。ジョン・ゲイシーは生まれつき心臓に疾患があったんだが、これが分かった途端に父親はジョンを見放して、日常的に暴力や暴言で虐待を行うようになったんだ。これのせいでジョンはパニック障害や心臓発作も発症したぜ。なんだかかわいそうね。お父さんも病気のせいではあったんだろうけど、ここまでされるいわれはないわよね。ああ。ただ、ジョンは体は弱かったが頭は良くてな。高校落第後に通っていた職業訓練校での成績が認められて、大学歩道教官の助手としての仕事を任されたりもしてたんだ。自分の弱いところを補おうとしてたのね。でも父親はジョンを認めようとはしなかったんだ。病気のせいで兵役にも落ちてしまうと、ますますジョンを罵倒するようになった。ジョンはお父さんのことはどう思ってたのかしら？それがここまでされても父親のことを愛してたみたいなんだ。だから必死に認めてもらおうと気を引こうと頑張ってたわけだな。でも最終的に18歳の時に家を追い出されてしまうぜ。その思いが届くことはなかったのね。家を追い出されたジョンだったが、結果的に家を出ることになったのは20歳の時なんだ。父親との口論の末、自分から家出していった。もう限界が来てたのかもしれないわね。でも頭は良かったみたいだし、大人になったんならいくらでも仕事はもらえそうじゃない？ああ。ジョンは葬儀屋のアルバイトを始めて、そこで死体に防腐処置を施すための血抜きを手伝ってたんだ。夜になると処置室の隣に置いてある簡易ベッドで寝起きしてたみたいだな。まあすぐにはいい仕事にはつけないわよね。でもちゃんと仕事はできてたのね。ただ、この生活はわずか3ヶ月で終わりを迎えた。心配した母親が引き取りに来たんだ。お母さんはジョンの味方だったのね。でも心配なのはわかるけど、それって本当に正しい選択なのかしら。一人息子だから母親としては心配だったんだろうな。ただジョンは起業した後、ビジネスの専門学校に通って大手靴販売店のセールスマンとして就職したんだ。しかも営業マンとして非常に優秀な成績を残してたみたいだぜ。人と対話するのが上手い人だったのね。しかもアメリカ合衆国青年会議所の有力会員でもあったし、そこでも優秀な成績を残したんだ。さらに2年後には州全体で3番目の活動実績を上げたことで第一部長に就任したんだよ。順風満帆じゃない。もうここまで働けるんだし、何かきっかけがあれば親元から逃げられそうね。ああ。22歳の時にはマリリンという女性と結婚してアイオワ州に移り住んでるんだ。そこではマリリンの父親が持ってたケンタッキーフライドチキンの3つの店舗をマネージャーとして任されて、これまた優秀な成績を収めたぜ。しかもそれ以外にもボランティア活動までやってたからな。ここまで聞いてる限りだと、とても人を殺すような人には思えないわね。多分だが、この時にはまだジョンにもそういった衝動はなかったと思う。ただ、ジョンの性に関する感覚は虐待の影響で敏感になってたんだ。どういうこと？ジョンは結婚前に一緒に酒を飲みに行った男性と交縁をしてたんだ。お互いに酔ってたんだろうし無意識だったみたいだ。ただ、これがジョンに強い恐怖と嫌悪を覚えさせた。本当は男の人が好きだったってこと？でもそれは個人の性的嗜好だし、別に嫌悪感を抱くほどじゃないと思うんだけど、今の時代ならそうだろうな。でも当時は同性愛は異常なことだとされてた時代だし、何より幼い頃に父親からずっとオカマだとかお前はホモになるだとか言われてたんだ。だからそういったことをしてしまったジョンは、父親を裏切ってしまったと思ったんだろうな。小さい頃から言われてた暴言が感覚に染みついちゃってたのね。でもジョンはそれから3年後に青年会議所会員の息子であり、15歳のドナルド・バリューズにポルノ映画を見ようって言って地下室で関係を持ったんだ。ジョンは本質的にはそっちの人だったのかもしれないわね。
それか父親に対する愛情がそうさせたのかもな。男性からの愛が欲しかったのかもしれない。そうね。でも別にバレなければ問題はないんじゃない？相手とも同意の上でだったんでしょ？ああ。ちゃんと同意した上で関係を持ったし金だって払ってた。でもこれに気を良くしたバユーズは時折ジュンの元に訪れて金を要求したんだ。あれこれと理由をつけてな。バユーズにとってはちょっとした小遣い感覚だったのかしらね。それでジュンも断れなくて金を払ってしまい、体の関係は続いたんだ。だがジュンが怪盗選挙を目前に控えた頃に、このバユーズが訴えを起こしたんだよ。これによってジュンは反自然性交の容疑で逮捕されてしまった。取れるだけ取って最後には被害者面をしたのね。ジュンが服役することになったのは26歳の時で、少年への性的虐待の罪だったぜ。これのせいでマリリンとも離婚する羽目になってしまったんだ。なかなか報われない人生ね。うまくいってたと思うとどこかで邪魔が入ってるじゃない。それでも服役することになったジュンは真面目にしてたんだ。わずか7ヶ月で高校卒業の資格を取って、大学の通信教育で心理学の単位を取ったりしてたんだ。やっぱり真面目な性格ではあったのよね。しかも刑務所内の青年会議所の法律相談員として、待遇の改善に関する2つの法案を衆議会に通したりもしたぜ。刑務所の中でも精力的に働いてたのね。そのおかげか判決だと懲役10年だったのに対して、わずか16ヶ月で出所になったんだ。真面目にしてたしちゃんと反省したんだなって思うものね。ああ。出所後イリノイ州に戻ったジュンだったが、そこで強い悲しみが彼を襲った。服役中の1969年に、父親が肝硬変で亡くなってたんだ。普通なら自分にひどいことをしてた相手が亡くなったら喜ぶんでしょうけど、ジュンはお父さんに認めてもらおうとしてたのよね。人生の目標が完全になくなっちゃったってことかしら。これが原因だったのかはわからないが、ジュンは半年後にまた少年への暴行容疑で逮捕されてしまうんだ。ただ被害者であり原告にあたる少年が裁判に顔を出さなかったことで不起訴処分になった。雲行きが怪しくなってきたわね。その年の秋からジュンはパーティーで出会った少年を漁るようになり始めたんだ。そして翌年の1月には、自分が拾った少年と関係を持った上で殺してしまうぜ。一体何があったの？早朝に目を覚ましたジュンの前にはナイフを持った少年の姿があったんだ。この少年はただジュンのためにサンドイッチを作ってて、ついナイフを持ったまま彼を起こしに来ただけだったんだよ。じゃあジュンは勘違いを起こしちゃったの？そういうことだな。幼少期からの父親の虐待とバユーズの裏切り、そういった経験のせいかジュンはパニックを起こして揉み合いになり、その少年が持ってたナイフで刺し殺してしまったんだ。悪意とか暴力に敏感になってたのかしらね。混乱したジュンは少年の死体を床下に隠したんだが、ここから彼の殺人は常習的なものになっていくんだ。何か変なスイッチが入ってしまったのかしらね。殺人を隠蔽したジュンは軽食堂のコックをしながら、軽建築業で身を起こそうと貯金に励みながら事業計画を練り上げてたんだ。そして29歳の頃にシカゴのノーウッドパークの近くに家を購入したぜ。ここで隠蔽したままだったのがまずかったわよね。実施する選択肢はなかったんでしょうけど、結果的にジュンの事業は成功し、高校時代からの知り合いだったキャロルっていう女性と結婚して地域でも尊敬される夫婦となったんだ。休日にはポゴという名前で道化師の扮装をし、福祉施設を訪問してたぜ。ああ、殺人ピエロっていうのはここから来てるのね。そうだ。もともと頭が良くて人当たりのいい性格だったし、しかも心理学も学んでたからな。どうすれば人に好かれるかは知り尽くしてると言える。その証拠に当時の大統領だったジミー・カーターの妻ロザリンと握手してる写真が残されてるんだよ。本当に表向きは人気者だったのね。だがもちろん裏では何人もの少年を手にかけてた。その人当たりの良さを生かしてバユーズを誘ったのと同じ手口で地下室に誘い込むと、手錠をした上で凶器を見せて脅しながら強姦し、最終的には殺害してたんだ。なんというか、今までの経験を思い起こさせるようなやり方なのを見るに、過去が原因で歪んじゃってる感じがするわね。ああ。しかも殺害方法はカトリック教会でのお祈りの際に使われる数珠みたいな道具に、ボールペンを差し込んで、ゆっくりねじりながら考察するというものだったんだ。反自然性交という主義に対する強い反発を感じさせるわね。死体はすべて最初の被害者と同じように床下に隠して石灰を使って埋葬してたみたいだ。たまに塩酸を使ったりもあったようだが、これ奥さんにはバレなかったのかしら。実際どうだったのかはわからないが、1975年の末にはキャロルと離婚してるから、より隠蔽しやすくなったんだろうな。実際にその時期から被害者の数が一気に増えてるぜ。家族を愛することができなくなってたのかもしれないわね。ただ、ついにジュンに疑惑がかけられる日がやってきた。
1978年、ゲイシーの会社のアルバイトの面接へ行ったまま行方不明になった15歳の少年、ロバート・ピーストの行方を追ってたデスプレインズ警察の警部補、ジョゼフ・コゼクサックがジョンの家へと訪問してきたんだ。でも死体は床下に隠されてたのよね？ああ。だが警部補にはすぐに家の異常さが分かったみたいなんだ。ロバート少年の遺留品らしきものや複数のゲイポルノ、性的玩具などがあったし、さらに家からは強い臭気が漂っていたんだ。完全に死体を処理してたわけじゃないから腐ってたのね。そういうことだろうな。でも当時のジョンは民主党員でもあったんだ。その立場を利用して警察の24時間体制の監視を人権侵害として民事訴訟したりしたんだよ。つまり頭の良さと立場を盾にして固く捜索が行われないようにしてたんだ。本来正しく使えたはずの頭脳を良くないことに使い始めてたのね。この頃のジョンは一方通行の道の逆走など異常な行動が目立ち始めてたんだが、監視チームの責任者、ウォーリー・ラング部長刑事は微罪よりも大きな罪で逮捕するために、ジョンを泳がせてそういった異常行動をあえて見逃してたんだ。多分もうその時にはジョンが殺人を犯してるっていうのは確定してたんでしょうね。そうして部長刑事が監視や聞き込みを続けてると、ジョンがガソリンスタンドで顔なじみの店員にマリファナの受け渡しを行ってることを知ったんだ。もう完全に悪党そのものね。真面目だった頃の面影なんてなくなってるじゃない。ああ、ジョンは取り繕うことすらしなくなってたんだろうな。それで結局ジョンは麻薬不法所持の現行犯で逮捕され、このおかげで警部補は固く捜索令状を手に入れることができたぜ。じゃあ、ここで完全に全てがバレたってことなのね。そうだ。ジョンの家の床下からは29体の死体が発見された。その死体はまるで整頓されるみたいに綺麗に並べられてたそうだ。ただこれ以外にも4人の死体がデスプレインズ川に捨てられたことが、ジョン本人の証言によって明らかになったんだ。どうしてその4人は床下に隠さなかったの？床下はもういっぱいだったんだよ。これ以上隠すところがないから川に捨てたんだ。当然、行方不明になってたロバート少年の死体も床下から発見された。やっぱり殺されてたのね。被害者は全員男の子だったのよね。ああ。最年少で9歳、最年長で元海兵隊員の20歳の青年が発見された。被害者の多くが談笑をしてる人物で、9体の遺体は腐敗がひどすぎて身元がわからなくなってたそうだぜ。話を聞く限り、ある程度そういった行為に抵抗のない相手を狙ってたみたいね。その方が誘い込みやすいからなんだろうけど、そういう狙いはあっただろうな。警察はそんな大量の死体の対応にかなり難儀したみたいなんだ。腐ってたからってこと？ああ。腐敗がひどすぎて臭気がついた服はどうやっても匂いが取れなくなったから、焼却処分しなきゃいけなかったし、掘り起こされて空気に触れたことで、腐敗が進行し始めた死体まであったんだ。死体からは命に関わる危険物質がいくつも検出され、毒性の強い細菌の存在も確認されたんだ。それじゃあ作業も滞るわね。だから必ずジャンプスーツを着た上で作業をし、少しでも体に傷を負ったら、必ず上に申告しなければならなかったそうだ。そういった人物は現場から外されたし、作業を行っていた人たちは髭を剃ることすらも禁止されてたぜ。本当に何かの拍子に命を落としかねない現場になってたのね。現場も大変だったが裁判所も大変だったんだ。ジョンは自身を多重人格者であると証言して、自分の中にいる4人のジャックのうち、4人目がやったことで自分は無罪だと主張してたんだ。それって本当にそうなの？そんなわけないぜ。ジョンがこの主張をしたのは1978年9月27日だったんだが、この3ヶ月前に多重人格者であるビリー・ミリガンの一面記事が出てたんだ。ジョンはこれを参考にして多重人格者を演じようとしたわけだ。その人の名前は聞いたことあるわね。確か多重人格者として有名な犯罪者だったはずよね。ああ。話が逸れるからそっちには触れないが、ともかくジョンは多重人格者であるという主張で、無罪になろうとしてたんだ。だがもちろんそんな主張が通ることはなく、1980年22回の死刑判決と21回の終身刑判決を受けたぜ。これでひとまずは一安心かしら。いや、この程度で諦めるやつじゃなかったんだ。ジョンは数百万ドルに及ぶ莫大な資産を利用して、20回以上の上訴と模範的な服役生活により刑を免れ続けたんだ。しかも死刑制度は違憲であるとして何度も上告を繰り返したぜ。よりによって人当たりの良さと頭の良さがここで生きてきてるわね。ただ当然アメリカ国内では非難の声が上がり、早い死刑を望むデモ活動まで起こったんだ。被害者の数が尋常ではなかったし、反省の色がまるで見られない上に、刑を免れ続けてるんだものね。それを許してしまう制度そのものにも批判がいきそうだわ。当然そうなるだろうな。実際ジョンは全く反省してなかったし、さらなる殺人計画まで立ててたんだ。でももう捕まってたのよね。ああ。
でもこの時、ジェイソン・モスっていう当時18歳の少年がジョンを含めた、複数の犯罪者に手紙を出してたんだ。このジェイソンっていう少年は、犯罪者と文通することでその真相心理を研究することを趣味にしてたんだぜ。興味深い分野ではあるけど、危険すぎない？危険だ。ジョンはジェイソン少年を新たなターゲットにすると、自力で電話番号を調べて連絡を取り始めた。そして人殺しをした本当の理由を教えてあげると刑務所に招待したんだ。でも刑務所だと看守の目があるし犯行は不可能じゃない？忘れたのか霊夢？ジョン・ゲイシーは頭が良くて人当たりもいい。しかも心理学まで学んでたんだ。その時にはすでに模範囚としての立場を手に入れてたんだよ。だからこそ仕切りのない面会室で監視なしという状況を用意できたんだ。じゃあ、そのジェイソン少年も、いや、監視カメラの死角に誘い込んで犯行に及ぼうとしたんだが、間一髪で監視が通りかかったことで助かってるぜ。そしてこの行為が決め手になって、再審要求は取り下げられることになったんだ。どこまでも凶暴で狡猾ね。道を間違えなければ平和な人生を送れたでしょうに。そんなジョンだったが、とうとう最後の日がやってきた。1994年5月10日深夜に薬物注射による刑が執行されることになった。いよいよなのね。ジョンは最後の食事として、ケンタッキーフライドチキン、フライドポテト、エビフライ、イチゴ、ダイエットコークなどを希望したぜ。これはジョンの若き日の成功を象徴するものだな。やっぱりどこまでも過去に縛られてる人だったのね。それで刑が執行されたわけだが、通常であれば7分で静かに絶命するはずのところを、ジョンはなぜか20分にもわたって苦しみながら死んでいったらしいんだ。偶然薬物にムラがあったのか何か手違いがあったのか、通常通りにはいかなかったんだよ。でも、これでもまだ足りないくらいじゃない？ああ。担当検事だったウィリアム・カンクルは、被害者が受けた苦痛に比べれば、ゲイシーの苦痛など大したことはないね。って述べたらしいからな。まだこれでも恩情がある方だ。でもこれでやっと終わったのね。最後までとんでもない怪物みたいな人物だったわ。10個目、メキシコ学生集団失踪事件。事件が発生したのは2014年、メキシコのイグアラシという場所。アヨチパナ師範学校の学生たちは政府へのデモ抗議を行うため、バスに乗って首都のメキシコ市に向かっていたんだ。学生がデモに参加するなんて日本じゃあんまり見ない光景ね。外国ではよくある話なんだぜ。実際、アヨチパナ師範学校の学生は過去にもデモ抗議を行って、警察と衝突していたことがあるくらいだからな。国が違うと随分状況が変わってくるのね。学生たちを乗せたバスが進んでいく中で事件は突然起こった。何があったの？バスの進路に警察車両が立ち塞がったんだ。さらに警察は停車したバスに向かって発砲し始めたんだ。え、急に撃ってきたの？ああそうだ。確かに学生たちが乗っていたバスはデモ活動のためにジャックされていたとも考えられていたからな。いや、仮にそうだったとしてもいきなり発砲はヤバすぎるでしょ。そうだな。警察の発砲によってバスの中は大混乱。中に乗っていた学生のうち2名がなくなってしまったんだ。ちょっとそれやりすぎじゃないの？さすがに命を奪うまでのことではないでしょ？それだけじゃないぜ。まだ何かあるの？バスを制圧した警察は、次にバス内に残っている学生たちを連れ去ってしまったんだ。逮捕したってこと？いや、拉致だ。え、警察が拉致したの？そうだ。こうして43名の学生が警察にどこかへ連れて行かれ、集団失踪してしまったんだ。警察はどうして学生たちを襲ったの？捜査当局の調べによってあることが判明したんだ。あることって？この事件は誰かの指示によって行われたものではないのか、ということだ。そんなまさか警察を動かせる人なんていないでしょ。確かにそう簡単に動かせるような組織ではないな。しかし、いないこともないんだぜ。誰がそんなことできるの？捜査当局が目をつけたのはイグアラ市長であるホセルイス・アバルカだ。え、市長が警察を動かして学生たちを襲撃させたっていうの？そういうことだ。確かに市長なら市の警察を動かせるかもしれないけど、さすがにそんなヤバいことしないでしょ。いや、それがそんなこともないんだ。この市長には多くの黒い噂があったからな。黒い噂？イグアラ市では1年前にエルナンデス・カルドナという政治家が殺害され、バラバラにされた遺体が路上に捨てられるという事件が起こっているんだ。恐ろしすぎる事件ね。しかし、結局この事件の犯人は分からず事件は迷宮入りとなってしまう。それがこの事件と何か関係あるの？捜査当局が再捜査をしたところ、この事件の犯人がアバルカ市長である疑いが浮上したんだ。え、カルドナ氏とアバルカ市長は意見が対立することが多く、事件直前も2人が激しい口論をしているところも目撃されているんだぜ。確かに怪しいわね。そして殺害されたカルドナ氏と今回襲撃された学生たちは、
デモ活動を通じて接点があったんだ。点と点が繋がったのね。そうだ。自分に歯向かってきたカルドナ氏と学生たちを市長が消そうとしたということだ。なんて恐ろしい市長なの。恐ろしいのは彼だけではないんだぜ。他にもまだ誰かいるの？アバルカ市長の妻であるマリア氏の家族はとんでもない犯罪一家で、彼女の兄は麻薬組織のリーダーをしているほどなんだ。激ヤバ一家じゃないのでも彼女はこの事件に関係はないんでしょ？いや、そうでもないんだ。捜査当局の調べによると、アバルカ市長が学生たちを襲わせたのは、妻のマリア氏のスピーチを学生たちに妨害させないためだということがわかったんだ。なるほど。マリア氏はアバルカ市長の後継を狙っていたからな。いや、なんて人が市長の座を狙ってんのよ。こうして捜査の末、アバルカ市長夫婦は逮捕されることとなったんだ。とりあえずはこれで一件落着ってとこかしら。それで、拉致された学生たちはどうなったの？イグアナ警察によって拉致された学生43人は隣町の警察に拘留された後、犯罪組織であるゲレロスウニドスに引き渡された。待ってどうして警察にいたのに犯罪組織の手に渡るの？警察と組織が繋がっていたからだ。犯罪を取り締まる警察が犯罪組織と繋がっていたの？そうだ。メキシコのような国では十分あり得る話だぜ。信じられない。そうして学生たちは抹殺の依頼を受けたゲレロスウニドスによって、全員殺されてしまったんだ。そんなひどすぎるわ。その後殺害された学生たちの遺体は灰になるまで焼かれ、かわい捨てられてしまった。なんて悲惨な結末なの。しかし、事件はまだこれで終わらなかった。まだ続くの？今話したのはメキシコ政府の見解だ。どういうこと？この事件にはもっと深い闇があったんだ。政府の見解は、逮捕した組織のメンバーの供述などから結論付けられたものだったが、その捜査方法は拷問に近かったんだ。無理やり言わされちゃったって感じね。ああ、メキシコの犯罪組織は、仲間意識が強いからみんななかなか口を割らなかったんだろう。だからって拷問っていうのはちょっとね。そこで真相を突き止めるため、米州機構人権委員会が特任チームを結成し、メキシコへと派遣したんだ。かっこいいヒーローが現れたみたい。そうだな。実際、彼らの調べによって、次々とメキシコ政府の見解に矛盾点が見つかったんだ。矛盾？さっき学生たちの遺体は灰になるまで焼かれたと言っただろ？恐ろしい話だったわ。しかし、43人もの遺体を完全に焼き切るには相当な量の焚き火が必要で、時間もかなりかかるんだ。そんなことしていたらさすがに周辺の住民が気づくと思わないか？確かにそう言われるとそうね。また、政府は学生たちがマリア氏のスピーチを妨害しようとしたため、アバルカ市長に襲われたとしていたが、それもありえないんだ。どうして？学生たちがバスに乗り込んだ時にはすでにマリア氏のスピーチは終わっていたんだよ。そんな、もう終わっていたのなら妨害なんてできないし、それを阻止する必要もないだろ？そんなことちょっと調べればすぐわかりそうなのに、おそらく、隠蔽したんだろうな。とんでもない政府ね。それだけではない。襲われたバスは合計4台とされていたんだが、現場に立ち会った人間の話によると、実際にはバスは5台だったんだ。どうして1台少なくなっているの？そのバスの存在がなぜか抹消されていたということだ。そのバス怪しすぎるわね。特任チームの捜査によって、そのバスが麻薬をアメリカへ密輸していたということがわかったんだ。とんでもない事実が出てきたわね。そしてこれこそが事件の鍵を握っていたんだぜ。どういうこと？麻薬を密輸するバスが、偶然にも抗議活動をする学生たちに乗り込まれてしまった。そこで密輸が明るみに出ることを避けるため、警察にバスを襲わせたということだ。嘘でしょ、そんなことあり得る？実はメキシコでは政府や自治体が麻薬組織と繋がっていることがあると言われている。今回の件も、イグアラ氏が麻薬密売に関与していることを隠すためのものだったのかもしれないな。そのせいで多くの学生たちの命が奪われたっていうの？ああ。実際、真相を突き止めかけた特任チームに対して、メキシコ政府は捜査を拒否し始めたんだ。そうして無理やり捜査が終了。事件の真相は闇の中っていうことだ。胸クソ悪い事件ね。許せないわ。世界の情勢は様々だ。国によって抱えている問題も違うからこんな事件が起こることもある。政府や警察が犯罪組織とグルだったかもしれないなんて、何を信じればいいのかわからなくなったわ。ということで、今回はメキシコ学生集団失踪事件について解説したぜ。本当に警察や政治家が事件に深く関わっていることなんてあるのね。事実は小説よりもきなりっていうからな。確かに昨日見た映画よりすごいお話だったわ。世の中にはこんな事件がまだまだ起こっているんだぜ。キャー。ということで、今回はここまでだ。それでは、次回もゆっくりしていってね。